ここからはですね、昨年もね、大会中継があったんでございますけども、今年も大会中継があるということでございまして、もちろん一大会はやります。やります。もちろん24時間は、はい、いつもでしたらね、私がね、その試合中継やってるわけでございますけど、今日はですね、はい、このようにスペシャルゲストとしましてですね、 ありがとうございます、はい、その大会の、これは プロモーターという形 です。プロモーターとして今日、はいはい、プロモーター直々にいらっしゃっていただいたと。そうなんです、はい、大和広先生でございます。いやいやいや、先生相方白いですね。いやいやいや、今日はちゃんと木更津のキサポンで、あ、ええ、ここに、はい、新ユリ同居、そう、いや、すみません、そうそう、いや、新ユリ同士のキャラクターのポロシャツですね、はい、新ユリ大会代表、はい、ちゃんと区役所に聞いたんですけど、まだ発売してないと、ええ、ああ、そうなんですよ。あの新ユリは新ユリでそういうイメージキャラクターがちゃんといらっしゃるんですか。いるんです、かきまるくんっていうキャラクターがいて、かきまるくん、新ユリの大会の時にも来てもらったんです。そうなんです、来てたんです。いるな、はい、いる、うん、あ、じゃあこれ後で登場するんですね。あ、もう、大会後だったんで、もしかして映んないかもしれない、映んないかもしれない、ね、だけどそれは、グッズとして販売されてないの で、はい、まあ、今日は木更津の、そうです、木更津のキサポンを今日は連れてきまして、はい、木更津大会近いんですか。全然そういうわけではないのに、もしないんですよ。そういうわけでもないのに、もう私はもう千葉県の観光大使ですから。まあもちろん自称、自称、いやいやいや、いいと思います。あの君津の観光大使になろうとしたら、はい、うちあのゆるキャラの君ぴょんがいるんで間に合ってますって言われまして、山ぽんぴょんはいらないと。山ぴょんを断られましたね。あ、断結構断られるものなんですね。そういうのね。そうですね。行けばこう何でも受け入れてくれるわけじゃないんだ。いや、ちょっと、はい、あの行けるかなと思ったんですけど、ダメだった。ダメだったんだ。ゆるキャラのに勝てなっつって、ゆるキャラで全然肩キャラだったっていうことですね。勝ちますね。はい、なので今日は木更津で来てると。そうです、あ、いやいや、でも心は、はい、いや、でも、まあ、でも千葉県ですか、千葉県ですか、ね、はい、わかりました。そうです。でも今日はね、神奈川のね、新ユリ大会。そうですよ、神奈川の新ユリ大会。私の今住んでるこの新ユリ大会ですね。あ、そういう関係なんですね。そうです、はい、自分の住まいをもう明かしてしまってると。いやいやいや、そうです、もうあの千葉県じゃなくて住んでるのは、あの笠木の麻生区、はい、はい、在住って言っちゃってもね、もうその、はい、ポスターに出方がどうか。ああ、普通に、あ、じゃあそということは自宅からいろいろ営業活動ができる。そうなんです。ですからこの時はですね、あの、非常にこう、うん、あの何度もこう家に帰れまして、はい、じゃあのかなりこう家庭の雰囲気が明るく、あ、明るく、まあ、明るくもなかったんですけど、明るくないんだ、やめろ、あれおかしいな、明るくはなかったんですけど、まあ、ギスギスしなかったですね、うん、ほらいつもはほら千葉大会になるとずっと千葉に行ったきりでね、そうそう、なかなか帰ってこないっていう営業活動になりますけど、今回はちゃんとこう自宅を根城にしてやっても明るくはならないと。まあ明るくはならないですけど、まあ、悪くはならなかったですね。あの、はい、でも新ユリやりながら千葉行ってるから怒られるでしょ、また、はい、新ユリもやりながらまたこの、そその次の方に動いてる、ね、千葉があると遠いんだよな、そ、ね、あ、その東京挟んで千葉だから、ね、お前神奈川から東京追い抜いて千葉行っちゃって、はい、距離がね、でまた帰ってこれないとこなんてあるでしょ。あの、一応川崎なんで、はい、今横断道路があって近いじゃないかってよく言われるんですけど、意外とその、まあ、麻生区ってですね、はい、川崎結構あの南北に長いんですよ、うん、でも本当に北の端の方なんで、あ、じゃああんまりアクアラインとかはあんまり、あのアクアラインに出るまでがどうやってもまあ1時間ぐらいかかっちゃうんですよね。あ、そう、結構かかるんですね。割にかかるんです。それもう川崎じゃないじゃないですかそれ。いやいや、どっちかっていうと、まあ、本当にあの東京の多摩というか、かあのもう本当町田とかあの辺に近いんですよ。近いと、うん、そこでね、新ユリだもんね。新ユリですからね、はい、今回が、新ユリが丘大会は何回目になるんでしたか。これ2回目ですね。これが2回目、はい、2回目あって、まあどうでしたか、その手応えとしては。手応えはですね、はい、やっぱりその1回目に比べますと、そうですね、あのやっぱりあの1回目の時は、うん、本当に手探りでいろんな方々にご挨拶に回ったりしたんですけども、はい、まあ、あのどういったところにこうプロレスが好きな方とか、はい、応援してくださる方がいるっていうのがちょっと見えてきてた、はいはいはい、大会ではありましたので、やっぱり2回目とそういうとこがあのやりやすいんですね。ただその代わり、あのそこ当て込んでますと、はいはい、あのこう動くのが遅くなってしまったりしまして、で特に今回は6月に君津の大会があったんですよ、うんうんうん、はい、あの自分の10周年の記念大会ですね、はい、そっちの方にちょっと時間を費やすぎて、結構終わってからやっと動き出した感じだったんですね、うんうんうん、だそれでちょっと、はい、あのまあ、当て込みすぎちゃった部分もあって、あのちょっとその当てが外れた部分で、いろいろこう切羽詰まって新しく開拓しながらというか、うんうん、動いたのもあった大会です、ね、じゃあもう本格的に動けるようになったのは君津大会終了した後。終了した後です、ね、6月の、はい、4日以降ですね。じゃあ本当1ヶ月強でこうなんとか、はい、1ヶ月半ぐらいですか。1ヶ月半で、はい、君津大会がまた盛況だっただけにね。まあ本当ありがたいことにですね、たくさんの方がいらっしゃっていただいたんですけども、うん、やっぱそのいらっしゃっていただけた分で、あとあの
そうですね、準備にこう動けば動くほど、あの声をかければかけるだけですね、はい、まあ、こう行くよっていう方々がこう増えてくださった大会でもあったので、うんうんうん、どうしてもそっちの方にばっかりこう力を注いでしまったというか、うんうん、まあ、体が一つしかないので、そうです、しぶりに動かなきゃいけないなと思いつつも、そうですよね、はい、まあ、ちょっと機密の方ちょっともうちょい頑張りましょうかっていう気持ちにもなってしまって、うんうん、だってね、ほぼ同時に2カ所で1人で動いてるわけじゃないですか。結構大変ですよね。そうですね、ボロ儲けってことですね。いやいや、とんでもないですね。そっちそっち儲けられればいいんですけど、でも、いや、実は2ヶ月ほど前にですね、たまたまの総武線で大和さんとね、はい、お会いして、僕がちょうど水道橋で降りるときに大和さんがあの座ってるとこを発見して、まあ、その時もやっぱ白かったんですけども、白いからすぐ分かるんですね、座ってて、でグッて声かけたら、なんかもう僕が声かけるまでは全く心ここにあらずみたいな感じで ね、あの時相当疲れたんじゃないですか、あれ。いや、もう大体疲れてますね。ですよね。これが普段の大和ひろしかってその時思ったわけですよ。いつもはこういう感じでね、こうハキハキされてますけど、やっぱりこうスイッチが一旦オフになると、やっぱ相当ね、しんどい中営業活動やられてるんだなって。オフになって、さっきもですね、このスタジオに向かう最中に、ええ、まあ、プロレスがこう好きな方にお会いしたんですよ。ええええ、で、あ、山本さん今日後楽園なんですかって言われて、うん、いや違いますよって、もっと顔な蚊の鳴くような声でですね、いやそう、自分でもなんかもう蚊の鳴くような声だなと思いながらぐらいの、本当真っ白に燃え尽きた灰はとはこのことだなっていう感じで総武線に座ってたんですよ。だから多分山本さん知らない一般の方が見ても、あの方はちょっとえらいお疲れになってるなっていうのが伝わるぐらいの感じでございました。あのまま総武線乗ってじゃあ千葉に行ったんですね、あの時は。多分千葉ですね。あ、はい、まあ、そういうですね、日常を私垣間見たので、相当大変ではないかなと。ないです。これでなんとか。はい、ということでですね、そんな苦労して、開催しました新百合ヶ丘大会でございますので、今からご覧になっていただくということでございますね。はい、はい、じゃあちょっとイヤホンの方、はい、はい、イヤホンの準備ができたら、スタートしたいと思います。はい、はい、いやー、けどなんかね、我々からちょっとなんか不思議な感覚ですよね。自分が住んでる町でプロレスをやるっていうね、しかもこう結構周りはね、こう知ってる方々がね、そうね、っていう感じじゃないですか。まあ、ご近所さんプロレスみたいなもんですもんね、これね。そうですね、やっぱり今息子が幼稚園に入ってるんですけども、はい、そこまで行ってしまって、うん、まあ、でやっぱそういう、幼稚園 の、はい、同級生たちも、はい、たくさん来てくれて、はあ、ね、やっぱその同級生が来てる分、うん、はい、お父さんがこうプロレスをやってないっていうのがやっぱちょっと、ああ、そっか、そうですね、あ、なんかリングの周りではこううろうろ駆け回ってるんですけども、そうなんですよ、試合はしないので。確かにね、まあ、ただ後々この映像を見ていただければ分かるんですけども、はい、まあ、その試合をしない分ちょっと他で出てくる場面が、うんうんうん、ちょっと作らせていただいたので、うん、はい、あれ機密大会の時かなんか、ええ、1大会で4回ぐらい挨拶に上がりましたよね。出てましたね。挨拶多すぎなんですよ。オープニングと間と終わりとそれ以外にもう一つありましたからね。ありましたね。なんであんなにこまめに挨拶にリング上がったんですか、あれ。いや、まあまあ、多分出る場面がいっぱいあったことあるんですけど、いや、一つにまとまれば済むことじゃないですか。そう、本当にまあそうですね。試合減らしましょう、試合を。試合減らして挨拶を。山田は4回登場なんで、試合2試合で、全部で6で。トータル6で。トータル6で、いやいやいや。どちらかっていうと、挨拶の方が回数的な多くなるぐらいのね、試合よりも。2試合でも20人全員いくから。もう1回でもバトルロイヤルが。あれはちょっとニコプロで中継した時もコメントでですね、山本さんはなんでこんなに何回も挨拶するんだろうみたいな、政治家を目指してるのかとかいろいろ言われてましたけどもね。で、まあプロモーターですからね。はい、まあもちろん挨拶は大切でございますからね。そうですね、やっぱりそこはもう、はい、責任者としてですね、はい、はい、やっぱそれで私がこう、いろんな方々にお声かけをしてますので、はい、まあ、その本当にまあ出ていくのはやっぱ責任の一つとしてもう捉えてますので、まあ、そうですね、はい、はい、それを何回もやるって、回数の問題ですこれ。まあ、でも数その時間帯いるかどうか分かんないですからね、なるべく回数を増やして、まあ、毎度ありって一杯言わないと。そうです、はい、そうです、毎度あり、そう、そこか、はい、この度はご来場いただきまして、レシートです、レシート、レシートね、レシートいっぱい発行しないと。ね、じゃあこれはちょっとこの新百合ヶ大会一体何回挨拶に登場するか、それも含めてご覧になっていただきたいと思いますね。早速もう解説か、はい、中継が、はい、中継いたします。はい、はい、それでは行きたいと思います。新百合ヶ大会の模様でございます。
はい、まあ、いきなりこれ無音になってるんですけどもね、はい、ニューエラタイムから、この日は、スタートしたと、はい、いうわけでございますね。まあ、ここはあれです、曲が、終わりましたらもちろん、場内の音が、聞こえるわけでございますけども、はい、これはスタートはあれなんですね、山本さんの挨拶じゃなくいつも通りのニューエラタイムで始めると。やっぱりちょっとまあ、この大会の時の、はい、途中でこう出てくる予定だったので、はい、でもやはり初めの挨拶はいらないなということを判断させていただきました。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。さあ、新ユリ21ホール、はい、21、21、S01 としてこの駅から近いよね。駅本当に近いんですよ。約1年ぶりなんですけど、ホームからも見れるぐらい、その1年前アクセスはすごいいい感じ、来られてたという方いらっしゃいます。急行止まる新ユリだし、はい、来る方みんな来やすいと。駐車場もそうですね、駐車場もいいですね。あと、会場にいらしていただいた方にわかるんですけども、はい、結構どのお席に座っても見えやすい、見えやすい。あ、こうだもんね。そうなんです、はい。平田みたいな上がってるもん、ね。いや、もう今はないんで、これどうしてもカメラの位置で一緒に見えないんですけども、はい、カメラがある方向は平田の席になってます。ああ、なるほど、なるほど。はい、あとで場外ランプとかで映るかもしれない、ね。そうですね。はい、いつものように稲葉さんがマイクを握っております。タイトルマッチを決定しまして、で、僕たちレッスルワンのですね、年間一のビッグマッチ、ビッグイベントがですね、同じ神奈川横浜文化体育館で9月2日に開催されますので、ぜひそちらもお時間のある方はぜひですね、友達を誘って来ていただければと思います。そしてまたさらに僕事なんですけども、今テレビ神奈川の僕事なんです、テレビ神奈川、私事なんですけども、今、武藤さんとですね、テレビ神奈川の、火曜日にやってる、1時からやってる猫の額も借りたいワイドで、ストレッチコーナーをやっております。で、次回は8月1日放送予定ですので、そちらもぜひお時間ある方見ていただければと思います。ストレッチコーナーですね、はい、初めやるって決まった時に、はい、まず僕のとこ来ました。でもさ、いいストレッチないですか、全力でこの後、まずネタを僕にこう聞いて、でも最近は聞いてないんで、多分自前のネタで自前でやってるわけですね。そうです、なんと、裏に大和広志ありと言われる企画がいたんですよね。三宝、大和三宝がいたと。はい、はい、まあ、こういう感じでニューエラタイムが、終了いたしましてね、はい、この日はですね、332人のお客様にお越しいただいたと。そうですね、はい、いうことで、すごいですよね、これはね。儲かってますね。いやいやいや、本当儲からないですからもう。なんでその儲かってる方向に持っていくんですか。いや、レストランが誇る名プロモーター、ね、まあ名プロモーターですからね。でも今年9大会あるんですよね。すごいですね。ちょっと、はい、そうなんです、気がつけば9大会ですよ。本当、まあ、プロモーター専、専門でやってるプロモーターの方でも年間9はなかなかやらないと思いますけどね。そうですね、もう完全にビッグプロモーターですね。月1ですね。いやいやいや、まあ、いやもう年間で9だったらもう月1に、いや本当そのうち月1になるんじゃないですか。2ヶ月に1回より多いと思うね。そうです、1月に2大会っていうのがちょっと多いんですよ。はい、それがあるよね。しんど、そこまでこう自分を追い詰めると、いやなんかね、1箇所に集中できるの大変じゃない、やっぱ。ですね、でもこっちやりながらあっちやりながらって言ったら、なんか一つがその日野選手とのやってる日野広志ですね。はい、明日のブルーフィールド、はい、はい、そうなんです、明日ブルーフィールド大会がございましてね、ビアガーデンプロレスとして開催されると、はい、ありがたいことにもう指定席が完売しております。おお、立ち見て今すごいですね。また儲かって、いやいや、儲かってると、ウハウハでございます。いやいや、左打ち屋でございますね。でもあれじゃない、最後の追い込みとしては今の時間行きたかったじゃない、一番。あ、いや、でもないです、売れまくってるからね。いやいや、それほどアクセスすることはもう、いや、まあ一応もう、でも12月の方に実は動いてまして、あ、そっちにいろいろ今企画もあるので。なるほど、じゃポスターそろそろ作らなきゃいけないなっていう。すごい、本当休みじゃないですね、木内さんは。本当にそうですね、今年から JC にも入ってしまって、はい、青年会議所ですね、はい、そっちがまたなかなか忙しくてですね。なんか自分で自分を追い込みすぎですよね、いろいろ行き急いでます。よく言われますね、はい。まあ、そんな中ですね、はい、この日の大会でございます。始まってます、はい、オープニングマッチ30分一本勝負、稲葉大輝対はじめでございます、はい。こういう時って大体こう、カード編成はプロモーターである山本先生が考えてやるんですか。いや、
あの実は、はい、大会のもうカードに関してはもうほぼノータッチ。あ、そうなんですか。はい、へー、まあ、あのどういう方呼んでくれとかっていうことはあのちょっと話をさせていただいたりするんですけど、あの特に今回の親友ですと、はい、あの田村選手だったりとか、はいはい、あとあの、まあ、渡辺シート選手という方の、はい、あの、キシビションマッチを、はい、組んでほしいっていうのはこう言ったりするんですけども、はい、どういうあの組み合わせにしたいとかっていうのも全くあの言わなくてですね。なるほどね。はい、もうそこはもうレッスル1のカラーをそのまま出していただいて、うんうんうん、それよりもその大会自体をどういうふうにこう地域と密着した大会にするかっていうのがあの私の、なるほど、はい、大会の作り方ですね。もう地域との密着度がもう違うというわけですね、これはね。そうですね。はい、うん、まあ、そんな中、この2人がね、オープニングマッチを務めてくれているということでございまして、稲葉大輝と、プロレス総合学院1期生でございます、はじめでございますね。はじめ選手は、山本先生直接教えた。はい、はい、指導してますね。まあ、この方、本当ね、同じ1期生の頓所潤、立花聖国から1年遅れて、はい、まあ、デビューということで、諦めずにね、リングに上がっておりますよね。はい、ただ、遅れて、まあ、デビューしたのは遅れましたけども、うん、あのまあ、その間にこう自分なりにいろんな経験をまたしてきて、はい、それで戻ってきてますので、ええ、まあ、そういう部分ではあの決してその2人には劣ってないと思うんですよ、はい、どういったタイプの青年ですか、はじめ選手。そうですね、あの結構パッと見て、はい、その彼が持ってる日常ってなかなかこう伝わりづらいものがあったりするんですよ、うん、なんですけども、あのふつつとこう中でこう燃やし続けてる、うちにこう秘めたるものを。そうですね、うん、だからもうしっかりとあの伝えてあげれば、はい、それを自分なりに消化して、はいはい、あのものにしてくれるので、教える方としても面白かったんですけども。なるほどね。ただやっぱその教えたものを、うん、あのうまくこう伝えられないというか、うんうんうん、そういう部分がどうしてもまだあるので、うん、まあ、そこは経験でしょうね。そうですね、試合数積まないことにはね、まあ、このようにね、相手が稲葉大輝ということで、当然まあ今の時点ではまあやっぱりかなりの実力差があるので、こうやって追い込まれておりますけども、まあその中でもこうやってね反撃していくという、はい、いやーけどなんかね、総合学院ね、今現在は3期生までねプロデビューしてて、やっぱりこうね、教えていた立場としては、こうやってこう自分の教え子がどん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 こうプロとしてリングに上がってるみたいな、なかなかね感慨深いんじゃないですか。そうですね、そう、自分がもう教える立場に、はい、つき始めたので、彼らの前から、うん、実はその熊五郎選手とか、足の選手とかも、はい、あの自分も一緒にこうやって、はいはいはい、来た。で、まあ、自分の初めから受け身からですね、うん、教えさせてもらったりしてるので、うん、まあ、そういう人たちがこう、目に立ってくれるのは、ですかね、本当感慨深いですけどね。しかもみんな成長早いしね。本当ですね。伊藤選手とかね、デビュー8ヶ月でベルト取っちゃうわけじゃないですか。はい、デビュー8ヶ月の時、山本さん何やってました？何しましたかね。まだメキコにいましたよね。あ、そうだ、そうだ、まあ、そうですね。ですよね。メキシコから、メキシコから帰ってきてからのことを考えてましたけど、そうです。で8ヶ月ですと、で僕もデビューして4ヶ月ぐらいでベルト巻いてるんですよ。あ、実は。そうなんです。おー、メキシコの、そうですよ、早かったと。レイディリングを巻いてるんですよね。あー、はい、あんまりそれ知られてない話ですね。多分みんな忘れてます、ね、忘れてなんと伊藤隆則よりも早いくこうベルトをすでに巻いてたと。そうです、はい。おー、あのしかもそのベルトを巻くまでの間にも、はい、2回ぐらい、まあ、あのマスカラコントラカビジェラで丸坊主になってるって。あー、4ヶ月の間2回ですからね。4ヶ月2回カビジェラで負けてるとちょっと髪が伸びなかったってそうですね、まだ伸びきってない時また刈られるような感じですよね、それね。誰も予想しなかったですよね。あ、なかなかメヒコでも珍しいパターンでしょうね、それね。なるほどね。まあ、こうやって教え子の一人であります、はじめ選手が第一試合を務めてるわけでございますけども、やはり自力で勝り稲葉大輝が優勢に試合を進めております。はい、あれ、この時稲葉は火祭り中ですかね、火祭り終わってますかね。ね、7月の後半ったらどうなんですか、ね、多分この日も01と多分あそうか掛け持ちの人がだったんで、もしかしたら火祭り中なのか、それとも残るかもしれないですよ、ね、これ30日は日曜日だった。あ、火祭り中って言ってた。あ、じゃあ火祭り中なんですね。だから黒いんですかねそうですね、火祭りでこれ多分燃え盛ってこうなったんでしょうね、周りの方々に負けないように。ダブルヘッダーだったとこの日。あ、なるほど。この日が確か火祭りの最終戦ですね、後楽園大会最初です、ね、はい、だからもしその火祭りの決勝戦残っていれば、決勝とこの、はい、ゆりが丘大会のダブルヘッダーになってた。お、はい、まあね、あの決勝にはね出れなかったんですけどね、さあブレインバスターではじめがやり返す拍手が起きております。
5対目に固めますがカウント2で跳ね抜けられました。はじめ選手はまだあれでしたっけ、あのタイツは作ってないんでしたっけ。作ってないですね、ずっとこのスパッツ姿でデビュー戦から、まあ、どの段階でね、まあ、例えば次の横浜とか、まあ、タイミング的にはいいかもしれないですね。そうですね、はい、うん、これは別に先輩の方からあのお前はまだあのスパッツでやれみたいなことを言われるものですか、それとも自身の。いや、どうですかね、もう自分はもうデビューした時にはもうコスチュームでデビューしてましたので。そうですよね、はい、これは新選手の実勢ですかね、コンさん、これあのスパッツからその通常 あのコスチュームに切り替えるっていうのは先輩上から何か言われてとかではない。まあ言われる時もあるとは思いますけどね、先輩からもうそろそろ変えたらっていうあれもあるかもしれませんし、自分的にはちょっとそろそろちょっと、はい、まだ自分はスパッツでみたいな、それはもう、うん、まあプロですからね、はい、自分で決めなきゃいけないとは思う。セルフプロデュースしてね、はい、ここぞっていう時にこうなんかコスチューム変えるのもいいかもしれないですよね。さあ火の玉ボム返します。カウンツーやっぱりそのコスチュームってあのやっぱり非日常の格好になるわけじゃないですか、はい、やっぱプロとしてそういう格好は大事ですね。そうですよね、うん、さあ万事をね出すという、あこれはきついですよね。ああこれは、あそう、ね、これはちょっと曲がりようがないですね。難しい入りましたな、これは。火の玉ボムからの万字固めということで、7分15秒稲葉大輝の勝利でございますね。まあここはやっぱりね、このやっぱり先輩としての貫禄を見せつけたようなね、そうですね、感じでございましたね。はい、オープニングマッチは稲葉大輝の勝利ということでございまして、この第1試合のあたりは広瀬さん何をやってたんですか、この頃は。そうですね、この時は、はい、まだ受付とかに、いや受付ではないんですけど、はい、多分セコンドとかもやりながらいろいろ走り回った時だと思うんですよ。はい、でそうですね、あのこの後に、はい、エキシビションマッチがあるんで、はいはい、あのエキシビションの方々を誘導したりとかも、あなるほど、はい、なるほど、あこの方こちらですとか、そのまあお声かけも控室がちょっと離れてたので、はい、そっちの方に呼び入れて、なんで僕そこまでやってるんですか。多分一番動いてますよね。プロモーターが一番動いてるというですね。それあの若手とかがやることだろうっていうことやってますもんね。本当ですね。大丈夫なんですか本当に。いやいや、まあまあでもちゃんとまあ丸くこう大会が収まればというか。ああ、ね、なるほど。はい。はい、それが、この試合でございますね。第2試合として組まれました特別試合 MMA エキシビションマッチ2分2ラウンドというわけでございますね。はい、はい、先に入場された方がこちらが、坂野選手でよろしいですか。はい、そうですね、はい、坂野周平選手、はい、はい、そして、左が、これは渡部修斗選手、はい、渡部修斗選手、はい、はい、でですね、はい、あのこちらの方がそのですね、ストライプル新百合ヶ丘っていう、あ、はいはい、この新百合ヶ丘の会場の近くのですね、総合格闘技のジムの、はい、はい、所属の選手でございまして、じゃこの二方もじゃあご近所さんと、そうですね、まあ、お二方というか、まあ、その渡辺修斗選手も、あ、なるほど、近所だと思うんですけど、はい、で実はあの渡辺修斗選手と、はい、結構あの、現スポーツプラスと、うん、はい、あのスパーリングしたりとかする仲というか、はい、あの、まあ、練習行くときに言いましたけど、練習したりとか、あ、なるほどなるほど、そういうつながりもあって、そういえば修理場かなと思ってですね、ちょっともう一試合組めないかなと思って、それでお声かけを実現するわけでございますね。はい、でしかもその、レフリーが、はい、あの足立さんという方なんですけども、あ、足立先生ですね。そうです、はい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 、はい、ラウンドワン、久しぶりのレフリーだそうなんですけども、へえ、さらにこの足立先生ですよ、はい、あの足野翔太郎のあのコーチですよね。あ、そうですね。大大時代の、はい、はい、もういろんなつながりがこのリングの上で、そうですね、渦巻いておりますね。そうなんです、はい、さあ動き素早いですね、ね、君、エキシビションでしたか。エキシビションです、はい、はい、2分2ラウンドになりますね。足立さんにお世話になってね、こう肉体を作ってるプロレスの方々多いですからね、で渡辺修斗選手はですね、はい、あのまあ、高校でレスリングをされてたんですけども、はい、その高校が、足利工業大附属高校なんですよ。あ、名門じゃないですか。そうなんです、はい、三沢さん、川田さん、安さんを輩出した、はい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 、有名な、はい、はい、
高校なんですね。へー、でもプロレスラーじゃないですね。そうですね、プロレスラー目指さないですかね。ただお父さんが、はい、プロレスラー、あの、まあ、まさか、そうです、仮面シューター、スーパーライダーそうなんですよの息子さん、はい、はぁー、そういうつながりが、仮面ライダーに息子がいたという、お父さんプロレスラー、そう、お父さんは鹿が工業大で付属ですから、そうですね、はい、で息子はそのまま格闘技に行ったんですね。そうですよ、仮面シュータースーパーライダーっていうのは、あの DDT プロレスリングの旗プレアタゲ戦の名誉を務めた方ですからね。なるほど、はい、だから野沢論外さんと DDT のプレアタゲ戦で戦ってる方ですから、この方のお父さんが、お父さんが、へー、本当にもういろんな実はもうご縁からこういうつながりが、なるほど、不思議ですよね。坂野さん情報は、坂野さん情報、はいはい、坂野さん情報は実はコーヒー初めて会ったんで練習パートナーだったんでしょうね、はい、さ、下からの三角締め、これを持ち上げます。あー、ここで1ラウンド目終了ですね。同じジムの練習パートナーと使って体重体格を似たような感じ、そうですね、うん、もうひどいですよね、片っぽの方にはもうセコンドがいない本当だこの扱いの違いは何なんですか、これ一体、ね、あの渡部シット選手から、ええ、あの1人セコンド連れてっていいですかって言われて、はいはい、いいですよって言ったんですけど、はい、本当に1人しかっていらっしゃらなくて、青コーナーの人も、ね、1人ぐらいいてもいいじゃないかと思いますけど、坂野選手も連れてくればよかったのにね、はい、それからあの、うん、ちょっとレスルワン側の人で誰かちょっとあのお手伝いした方が良かったかもしれないですね。もう私もこんなとこ見てるんで、いやいや、ここじゃなくてもうちょっと前に来てセコンドついてあげればいいじゃないですか。もはや私が行けばよかったですね。なんで距離取ってるんですか、ここで。いやいやいや、これは多分あの桜田さんにちょっといろいろ進行のための、あ、はい、なるほどね、すぐ動けるようにあそこ待機したんです。あ、はい、けど多分ね、こうセコンドなどいらぬって意気込みでやってくれてるかもしれないですね。そうです、はい、さあ第2ラウンド、セコンドアウト、セコンドアウトに入ります。これリングスプリングあれさ、は特にあの固めてないの、はい、あ、その通りなんですね。あ、じゃあ結構床で固まくないみたいな、そしたらラウンド2やる方大丈夫か、これあれですよね、跳ね返しがね、はい、レスラーのリン、あの板固くなったんですもんね。そうですね、あの熊五郎さんのせいでいやでもすごいですね、僕ももともと銭湯を使ってましたけども、はい、はい、避けられて板が割れるようなことなかったですからねそう、それをすでに10枚割ってますからね、熊五郎さんは。本当すごいですよ、一応こう重ねて何度もやれるかやってもらいたいですよね。あ、重ねてね、はい、あの空割りみたいな、空手のあれみたいに仕割りみたいな、そう、仕割りみたいにさあ、タックルいったんですが、これ切ります。腕が取られるの、腕を取られるの、これも嫌がりました。さあ、飛び膝、仮面シュータースーパーライダーの息子が飛び膝、そして飛びつき腕十字に持っていく。あー、しかしうまく回り込んで、はい、ならばと下から十字を取ろうとするが、膝十字に行こうとします。さあ、このが膝十字、しかしこれも決めさせません。グラウンドでパンチを放つ、止まらないですね、二人ともね。さあ、残り時間1分となりました。その2ラウンドしかなくて、しかもその1ラウンドも2分ですので、はい、はい、やっぱりその、そうですね、自分の持っているものを出し切るためにも本当動き続けるんですね。そうなんですよね、はい、これが通常のね、あのルール、通常の時間だったらこうね、はい、あの結構間合いを取ったりとかできるんでしょうけども、はい、もう時間が決められておりますので、もうね、積極的に2人とも行っております。はい、動きすぎません、はい、動きが止まらない状況でございます。残り30秒、グラウンドでも止まりません。サイドからパンチを出しますが、スタンドに戻る、左ミドル、そしてパンチ前に出ます残り時間が少なくなってまいりました。さあ、タックル行く、タックル早いですね、早いですね、やっぱりね、はい、さあ、ここからバックマウントからスリーパーに、あー、しかしここで2ラウンド終了のゴングでございます。第2試合 MMA エキシビションマッチ2分2ラウンドは、2ラウンドフルタイムドローということでございますね、はい、引き分けでございますね。で、これこの後のマイクって入るんですかね。これはこのまま多分あると思われます。はい、はい、まあ、ちょっとそのコメントを見てますと、はい、まあ、こういう試合は必要なんですかみたいなことがちょっと、入ったりするんですけども、はい、実はそのさっきの地域密着という部分でですね、はい、はい、そのプロレスの大会をやるだけでなく、うん、そのプロレスの中からですね、はい、あのこういろんな地域の情報であったりとか発信する場所も作りたいなと思いまして、はい、
総合格闘技やってます、渡辺修斗っていいます。なるほど、今日は、はい、ありがとうございます。手のとこ何かあるんですけど、アピールしていただいて、はい、どうですかね、総合格闘技面白かったですか？面白かった人、ありがとうございます。思った以上に私事なんですけど、いや、じゃなかったって言ったらあれなんですけど、結構あ、こんな軽い感じだった。1回して勝ったらチャンピオンなんですけど、日本初の親子2代総合格闘技チャンピオンになれるんですよ。そしたら今日別会場でやってるんですけど、ライジン僕出たいんで、ライジン出れるように皆さんの応援がすごい力になるんで、今後応援していただけたらなって、応援していただけたらすごくありがたいんで、よろしくお願いします。やっぱりこうやって全体とか Facebook やってるんで、知らない人多いんですよ。そうですよね、それ知ってもらう、ね、機会ですからね、これはね。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。だけどね、面影やっぱお父さんっぽいわ。本当にあるある言われてみれば、はい、まあ本当親子2代総合格闘家ということでね、まあ本当そのうち2代目仮面シュータースーパーライダーに、ね、なるかもしれませんよ。おっとチャラくても父は佐山のお弟子さんですから、ね、お父さん佐山先生のお弟子さんですからね。チャラいとか言っちゃいましたね。はい、というわけでおましてね、いつの日か渡辺選手が本当ライジンで活躍する日をね、はい、我々も期待したいですね、これはね。はい、はい、第2試合でございました。続いて第3試合、こちらはシングルマッチ30分一本勝負でございます。笠林対トンショジュンと、はい、はい、いうことでございますね。さあ、気合入ってた当初が、はい、この24時間レッスルワンの中で大いに株を上げたんですよ。あ、そうですね。横浜大会に向けての意気込みでですね、はい、やっぱりこう三富選手にね、ボロクソに言われたんで、それに対するもう怒りを、はい、そのまま番組にぶちまけたらですね、もう視聴者の皆様が いいぞ当初頑張れと、あ、そんな感じに、ね、なってましたよね。そうですね、うん、まあ彼がああいうことを言うのは普段からあんまりなかったよね。そうなんか、うん、自己主張が出た感じだったんで、頼もしい背中でした。しかもただ単に怒りをぶちまけたんじゃなく、その正論だったんですよ、それが。三富さんに対してのこう言い返しとしてはもうけなし正論でございまして、まあ、要はそのエース勢が出るから、その俺 その試合 あの出る回数が少なくなる、減るんだよみたいなことを言ったんで、それに対してトンショ選手はだったら勝って増やせばいいじゃないかと、はい、いうことを言ったわけです、そしたらみんな、おお、その通りだと。もうその通りですね、はい、これ本当おっしゃる通りとしか言いようがなかったというはい、というわけでそのトンショジュンでございます。この日はカズ林、ね、これはまあ2人で、チームを結成して UWA 世界6人タッグにもね、はい、挑戦したりとかしておりますので、やっぱカズ選手、やっぱトンショ選手にちょっとね、あと一歩一皮向けてほしいなみたいな期待があるようですね、これね。シングルで対戦することで、まあ、直に肌を合わせてね、それを確認するような形でございます。まあ、トンショ選手も 1期生ということで教え子でございますけどもね、はい、思い起こすと1年前のこのね、24時間レッスル1でね、大和先生が立花聖吾さんと、トンショジュンさんを、あの時はデビューしてまだ数ヶ月でしたよね。そうですね、確かね、はい、あの時はこうね、こっちでこう何か質問してもこう結構ね、はい、こうおずおずとした感じでしたけど、今はこういう感じでね。いや本当ですね、もう2人とも変わってもんですよね。まあ立花さんはちょっと先生から見ても変わりすぎだなと。まあでもああいう時期があるから仕方ないじゃないですか。僕もいろいろありましたからね。あの校長先生を鎌で殺しに行ったり、そういう過去があるんですよ。してます。校長を鎌で殺し、あのミスターポーゴでもやらないことをですね。いやダメなやつなんですよ。この人もともとは、実はもともとはダメな人。聞くところによるとこの人ダメな人なんです。はい、画面に出ちゃいけない人なんです。いやいや、まあ、殺してないですから。はい、してないですから、はい、思っただけですから。うん、はい、思っただけですから。そうですか。まあ、一応持ってきましたけど、はい、教育相談室にこう軟禁されて終わりましたから。家に鎌があったんですね。いや、薄い草刈り鎌ですよ。それをちょっとカスタマイズして、はい、カスタマイズ、はい、刺してもいけるようにですね、あ、両刃にして、はい、なるほど。殺傷能力を高めて持っていったな。だけど未遂に終わったと。まあ自分もそういう時期があったから、はい、あの立花選手のまあああいう
感じのやつはまあ分かると。そうですね、必要な時期なんです。僕ももうレッスルに入ってからも荒れたりしますからね。あ、そうだったんですか。あの東京グレンタインに入って、ね、一時期金髪になったりとかして、はい、でしかも一時期どころか、とロックンロールとか言ってあの人を弾けた時期もありましたし、ありましたしね、うん、そういえばあの時の山本先生も市内振り回してましたね。そうですそうです、やっぱ誰でも市内を通っていく道なんですよ。ああ、はい、じゃああれ今立花選手が使ってるのそれなのかな。いやさっきあのインタビューでこちらに出演していただいたときに、はい、市内どっから持ってきてたんですかって聞いたら、たまたま合宿所に置いてあったのを使ってるって言ってたんですよ。あ、でも僕の市内はちゃんと白くカスタマイズしたじゃあ別物なんだ。別物ですね。あー、はい、そうなんだ。僕はちゃんともうオリジナルで作ったんですか市内を白くする必要ってあるんですかねいや、それはもう大和のポリシーというかこだわりじゃないですか。こだわりなんだ。普通の市内では嫌だ、うん、俺が使う市内は白だ。白じゃなきゃ嫌だと。そうです、はい、あくまでも白と。だけど髪の毛は金髪と。いや、本当は白くしようとした。白くしようとしたんだ、あれ。今使ってるやつもね、オリジナリティを基準に超えてから、ただのしない野郎ですからね。ただのしない野郎です。ただのしない野郎ですからね。もうちょっと、ちょっと考えてみてほしいです。うん、そうですね。はい、さあそんな中第3試合、まあこれもね、キャリアで勝る風林が、まずは、優位に立っております。当初はどれだけ頑張れるか、ね、チャレンジマッチ的な。はい。ね、でもこの頃はもう林さんに、ね、練習と食事の指導をしてもらって、うん、変わりたいと言ってる頃なんでね、うん、どれぐらい、ね、日々成長をどれぐらい変わったのかを見せる場なんで、うん、そうですね。いやけどやっぱりあれですね、一人誰かがそのやっぱ目立つようになると周りの意識が変わりますね。結構その一期生だけでやっていた頃はまあ割とね若い人たちが頑張ってるみたいな見られ方して、まあ、その中でやってたじゃないですか。その後にその2期生がねデビューして伊藤選手がやって誰よりも早くベルト取ったりとかするとやっぱ他の人たちが変わりたい変わりたいと思うようになりますよね。そうですね、それがそれぞれのやり方でこう変わろうとしているっていう段階で、岩石選手も東所選手も、まあ、立花選手も自分のやり方でこうなんとかね、はい、やっぱり伊藤貴則に触発されて、はい、いい感じでだから学院生はねエース勢はね、そうですね、うん、お互いにこう影響を与え合ってていい感じで来てるなと思いますね。ですね、うん、それをみんな育てたね先生。いや僕でも1期生しか実はそうなんだ、はい、あれ2期生は違うの。そうです、2期生を見る前にあのもう欠場してしまったんで。あらららら、はい。じゃあ1期生の3人がやっぱりこう手塩にかけたと。そうですね、うん、カズさん曰く、豚所は器用だそうですがお二人から見てどうですかと。器用なタイプかと。豚所選手器用ですね、うん、うん、本当に何でもできてしまうので、何でもできてしまうというかそのいろいろこう、はい、そうやってこうちょっとそんなに練習しなくてもちょっとこうできてしまうので、はい、何ですかね、器用貧乏になりがち。そう、器用貧乏なんですけど、うん、なんですかね、なんかその本当に形だけになっちゃってるような気がする。あ、そこにこう本当にもっといろんなものを込めないといけないんですけど、だからそれでだからこそ自分のものにできない。あ、なるほどね、はい、感じですかね。あ、これはプレイヤーならではのね、あれですね、我々にはちょっと伝わりづらい、我々はできてるから、あ、できてるなしか見えないけども、はい、形だけになってしまってると、はい、あ、そこはね、やってる本人も多分動画で自覚してるのかもしれないですね。さあ、エンズ切り。エルボーとかキック一つ取っても、はい、その話が決まってるかどうか全然違うんですよね、うん、違いますよね。さあ、ジョン・ウー。いけ、いけ、まあ、先ほどまで腰を攻められてるんでね、攻めに転じてもなかなかすぐにはいけませんが、それでも向かっていきます、バックエルボー。さあコーナートップ、ミサイルキックを炸裂させます。ワン、ツー、次、次ですね、はい、次行け。さあ痛めた腰でねミサイルキックがなったので当然受け身を取った時そこを痛めるわけですけども、スイング、あ、しかしカットされます。ガットショット、クロスラインをかわす、飛びついて、おっと、これ DDT になりましたね、今 ね、 強引に DDT で切り返した形です。ちょっと不完全でした、うん、しかしカウント2、まあ、不完全な分、風林としてはね、これクリアできますね。不完全な方が逆にダメージが残る場合もあります。あ、そうですね、もしかしたら当初いける、うん、さあ、コンネルソン、
ドラゴンじゃないですか、ドラゴンスープレックス狙ってますね。あいつが必殺技と言っていた。はい、ドラゴンスープレックス。しかしクラッチできない、クラッチできません。バックを取り返す笠林、スープレックスを狙う。これを前方を変えてエビ固め、カウント。次バックアンドチョップ。ああいう丸め込みはすごいなんかいい感じがする、ね、うん、そうですね。ああ、なんかそういう魂とかが込まない分、はい、ずっと入ってしまうんですかね。あ、はい、かもしれないですね、はい、魂のこもった丸め込みみたいなね、はいはい、だからかけた後に込めればいいわけですからそうそうですよねさあファイナルカット、かわした、かわした、クローズラインもかわす。おーと、ハンドスプリングキック。ちょっとベテランの動きには思えないですね、このキレっぷり。ブレインバスター返せ。お、返した。さあ粘ります、トンショジュン。相手見ろ、相手見ろ、来るぞ。あ、しかしもう一度ファイナルカット。これは逃げられるか。逃げられない。返せ。いや、これは返せないでしょ。決まりましたね、最後はファイナルカット。8分17秒、片エビ固め、カズハヤシの勝利でございます。なんか終盤に行けば行くほど年齢キャリアが上のカズさんの動きが良くなってくるというですね。今週選手やっぱ中盤まで腰を攻められてたんで、終盤になると攻めはしてるんですけど、ちょっと動きが鈍くてしまったと。これやっぱ上手いですね、カズさんね。すごいですね。もうね、もう堂々と帰ってきますからね。ああ、しっかりでも勝ってきています。さあ、この今週のダンスキックアスカル、ロカバフリカ大会は、このパックで大田健と正幸と対戦、正幸から必ず勝利を挙げると宣言を取れますので、皆さんお楽しみにしていただきたいと思います、ね、はい、お、ここでいよいよですね、いよいよ、いよいよ、本日のメインイベント。いや、もういやいやいや違う、とんでもない主役が出てまいりますね。こけろこけたら面白いやりかねないですね。久々にリングイッシュで引っかかるありそうじゃん。皆さん、あ、なんだ、歌うのかと思ったら歌わないんだ。いやいや、そうなんですよ、リングの上での歌を封印しましたね。あ、そうなんですか。今もう歌のおかずと歌のおかずでも全くちょっと別でいろいろやってますので、はい、あれ、あの路上ライブやってますか。路上ライブやりましたね。今あの新リング、あ、すいません、これ多分言っちゃうと、はい、あ、見つかったらまた怒られるんで、そうそうですね、言わないほうがいいです。何も許可取ってないんで、はい、どうかな。歌う勢いのマイクですよね。もう本当。マイフリです。マイフリですよ。千葉県の千葉県をですね、プロレスで盛り上げて、でプロレスを千葉県から盛り上げようということで、まあ、たくさんの方が、ね、また千葉県の話してます。神奈川の人たちの前で千葉の話して。今日ですね、先ほど第二試合で戦っていただいた。それは今日とってそしてこの後にもですね、またこの川崎の地域で活動しているプロレス団体ヒートアップから田村選手がやってきますので、ぜひですね、私は今日ちょっと試合ができないですけども、私の代わりに大きな声援を皆さん送っていただければと思います。よろしくお願いします。田村和彦は山田選手の代わりだと言い切りましたね、今ね。代理人を。代理人を。いやいや、あの地元の方々がやってるんでっていう。代理人を使ってね。そんな大事な年にですね、昨年首を手術しまして、柏のパターから柏は別にゴーストタウンじゃないですよね。さすがにそこはあ、僕あの柏の路上ライブの許可ちゃん撮ってまして、ああの駅前の、駅前の、はい、ただあそこってあのアンプがな、アンプを使っちゃいけないんですよ。僕あの基本的にその、はい、アコースティックだけでなかなかやらなくてですね、オッケーをちゃんと用意して、そうです、あのですから
今日はですね、まあ、いつも機材を持ち込んでやってるんで、はい、あのまだ柏手だからやったことがないんですよね。あ、そうなんですか。許可を取ってちゃんと資格を持ってるんですけども、はいはい、まだ実行はしてない、実行してない、来てくれるんだろうなと皆さん思うと思うんですけどね、実はでも私も思ってました。話しかみたいですね、喋り方が。本当ですね。今日来てないんですよね、武藤刑事が。え、いや、ですよ、来てないですか。そういう方がたくさんいらっしゃると思いましたので、ブッキングミスですか。お呼びしてますよ。おっ、武藤さんの代わりのゲスト、はい、誰だ。武藤刑事、代わりがいるわけないじゃないですか。闘魂三銃士って呼ばれてるんですよ。そうそう、そうです。で、闘魂三銃士、皆さんこの方ご存知だと思うんですけど、年末に話し方何なんですかね、何ですかね。してる方ね、もうそう言ったらもうプロレスよく知らない方も分かると思うんですけども、ね、その方ご存知だと思いますけども、ね、今日のゲストね、これ大丈夫、ハードル上げすぎじゃない。引っ張ってますね。それでは引っ張りましたね。ゲストです、よろしくお願いします。あ、これは、無音。これ、はい、これ無音きついっすね。はい、これちょっと、そうか、財団法人 J がいるんで、ちょっと、流せないですよ。これは、おーですよ。一応、おーって言ってますけどね。おーはい、これは。まあ、まあ、テレル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 みたいなやつですよね。はい。でででで、でんてけてけてけてて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 。これ、音出ないか。はい。それ、これ、あれですね。はい。その、まあ、ジャスラック問題。ジャスラック問題。ジャスラック問題ですね。はい。いや、これが流れた時はみんなね、びっくりしたわけでございますね。はい。はい。お手拍子がマジかと、はい、ヤマトやるなと、はい、あ、来た来た、登場しました、来てくれましたよ、いやー、長野さん、長野さん、長野さんですね、これね、もう今日はコーヒーを食べ、ガッチャミラガッチャミラ言ってますね。いや、どう見ても長野さんですよ、これ。NWO の T シャツ着てアリストトリストのタオルですよ。コメント上ではもう大ビンタコールが帰れて帰れ帰れ帰れ、何言ってんすか、せっかく帰れたのにね、長野さんがね、あー落としたタオル落とした、ね、でもこれ局内の辛いっすね、辛いですね、そう、無音でこれを見なきゃいけないっていう。これ辛い。いや、ご本人の黒のカリスマと白のカリスマが、長野正弘選手ではなく蛾野正弘選手です。ガノマサヒロ。アイアムガーノというわけでガノマサヒロです。よろしくお願いします。アイアムガーノ。加藤加藤茂雄が言ってますね。長じゃなくてガなんです。ガなんですね。はい。でガノさんですね。ガノっていう名字が世の中にあったんですね。これはどうなんですか。これは僕びっくりしたね。人の名字の中にガという文字が入ってると。それを入れていいんですね。まあまああるんですけど。でもそういう名字だからしょうがないですね。大丈夫ですか。大たし。結構もう直接だったんですよ、もう。本当ですか。いや、ガノ選手しかいないなと思いまして、武藤さんの次に、はい、武藤さんが来れないからってガノさんが来るっていう。後ろ的にはポカンとしちゃってるステージの上のお客様が、ね、お嬢様のこのありがたみが多分分かってないですね。いや、本当に分かってないですよ、ポカンとしちゃって。ガノさんが来てくれたんですよ。あ、やってくれてます、ステージしますよ、あれうちの子なんですけど、ガッテやらせじゃねえか、完全に持ちネタこれしかないの、このガッテムしか。いやいや、ちゃんと今日はネタを披露してもらいますけども。本当ですか。いや、一瞬顔こっち向けた、一瞬顔こっち向けた、今結構大人の方々喋るとき普通なんですね。普通のですね。長野さんもね、喋るとき普通ですけど。いや、こっち大丈夫です、こっちはもうね、皆さん ありがとうございます。ちょっと反応遅かったですよ、この辺大丈夫ですかね。こっちはもっとすごいです、もこっちは。おお、受け入れられてますね。拍手まで、ありがとうございます。いや、後ろの方の何人かがどうしようとかおっしゃいましたけど。ガッテム、ガッテムのガが。いいですね。ガッテム。トークショーということでですね、はい、ちょっとまあ、5分ぐらいお話できればと思ったんですけど、はい、早速もう何を話そうかなと。いやいやいや、何を話そうかなって。ていうか、面識あったんですか。いや、初めてだと思います。どう思います、面識なかったって。それは話すことなくなりますよね。河野さんが呆れてるじゃないですか。面識もないのに呼んだと。
うん、どうにかなるだろうなって。だいぶ呼び込み事件もご存知ぐらいの勢いで。そう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 。いやめちゃくちゃ交流があるのかとばかり思ってましたよ。全然ないと。全くないですよ。2,3年多分実物は見たことないと思うんですから。そうですよね、確かにここに長谷さん呼びたかったですね、それはね。本当ですね。長谷さんだったらこう気づかずにずっと蝶の蝶のって言ってくれるかもしれないですけど、あの政務が忙しすぎて、お蝶の久しぶりとかって言ってくれるかもしれない。会社休校乗ればですね。そうだよ、長谷さんたまに専修大学いるかもしれないですからね。小田急線沿いです。そうかそうか、お願いします。ちなみにですね、あの、はい、まあ、今日岡野選手、はいはい、まあ、あのちょっと試合はされないんですけども、はいはい、実はですね、はい、あのやはりこう試合をされないということは、はい、もう試合でこう、まあ、見せていたことができないので、はい、それ以外の、はい、まあ、芸人としてのですね、技をこちらで、はい、皆さんにちょっと浸透しちゃいましたけど、なんか待ってましたみたいな。今子供が頑張ってきますね。お父さん頑張ってみたいなノリで言ってきましたけど、もしかしたら僕に言われてるのかもしれない。可能性はあります。可能性はあります。もっとしっかりしろと。いやいや、しっかりしてるじゃないですか。いや、とんでもないですよ。何社交辞令してるんですか。旅行行ったんですよ。あの千葉の鴨川の方に。小話始めるか。長くやってるつもりなんですけど、はい、大きな方がすごいベッドだったんですね。はい、であの枕が4つありまして、今4人家族なんで。であのそしたらですね、あ、これ久しぶりに家族4人眠れるねと言いましたら、いや何言ってるのって言いまして、あの長男、家内、次男で床に布団敷かれて僕が寝るって言って、枕4つあるんですよ、ベッドに。そんな扱いを受けたんですか。そうなんですよ、枕4つあるのに、うん、床に寝ろって言われて、床に布団敷かれて自殺されるって。びっくりですね。それを初対面の人が聞かされてもどうにもリアクションしようがないですね、加納さん的にはね。まあ、こうなりますよね。こうなりますよね。いやだから今にしても、それ言った後にガッテムってやればもうちょっと受けた。ああ、そうか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 。もう後の祭りですよね。正座して待ってますんで。いや、正座しなくて。初対面の人に言うネタじゃないですよ。そうですね。お前、正座するんじゃないと逆に怒られたたちなんですか。いや、また、確かに初対面の人ですけど、その近所の人たちがいっぱいいるわけで。ああ、なるほど。であの我が家の実情ですね。はいはいはい。バラしても、やるわけだった。正宏先生、よろしくお願いします。さあ、はい。はい、改めまして、長野正さんのお話をさせていただきます。長野正です。よろしくお願いします。キャッテムというわけですね。はい、今からですね、まあ、お子さんたちもいっぱいいるということですね。やっぱり、細かすぎる蝶のものまでをね、ナコが披露したと思うんですけども、細かすぎね、お父さんお母さんたちね、見たかったでしょ、これが、ね、リアクションが微妙じゃないですか。一瞬なんでざわついたかちょっとわかんないですけども、ぜひよろしくお願いします。それでナコがさせていただきます。91年 G1 クライマックス決勝戦でやった蝶野勝さんの低いパワーボム。あった、これは細かい。第1回 G1 ですね、はい、ただ SF じゃ勝ちました、ね、しかもこれ食らってるの武藤さんですからね、当時これで勝ちましたからね。知らないからどんな感じだかと思ったけど、いや、ありがとうございます。あ、受けてる受けてる、受けてますね、コメントでも受けてる、草が入ってますね。得意技 STF を仕掛けるもすぐロープに逃げられた時の蝶野正宏。自分からロープに行ってましたね、今ね。あ、けど受けてます、受けてます、受けてます、ちょっと最新のと言いますか、最新のやつを、この間、引退されました天竜源一郎さん、天竜源一郎さんに大したキックを食らってないのに KO された蝶野正宏。両国での、あ、幕張での一騎打ちですね。これ初めて見るんですよ、この時ね。本当にこれだけでしたからね。発見となってますね。最後ちょっとお子さんもいらっしゃるということなので、あれですね、あの天才テレビ君のちょっと一幕を。さすが、こういうチョイスさすがですね、はい。絶対
テレビの裏側の人に言わされてるであろうダジャレ3連発おいテレビ選手のみんないいかリモコンは持ったか違うそれはレンコンだこれはいますか今のいやいやもうしょうがないですよしょうがないんだもう一個ランクが上がるとこうなるいやことは大爆笑おい今日こそはちゃんとリモコン持ったろ違うそのクルーのは違うオスマン三コンだ俺はもう本当にそこが悪いですよね言わしてる人が悪いですよこれはちょっと自分で任す技を見つけた長野正弘選手よいかみんな今日こそはリモコン持ったかだから言ってるだろうそれはレンコンだもう次ついに反応がなくなったついに最後のカメラに向かって結果実況して終わるっていう以上です頑張りましたありがとうございましたいや素晴らしい素晴らしいんだ僕はちょっと分かんないですけどもう帰るってことか呆れてるじゃないですかこの時え私がですか、いやいやいや引き込まれた引き込まれたのか、はい、もっとこう NHK の上の方々のそうです上の方々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 の僕が滑ったっていうのは半分ありますけどとんでもないですよ、とんでもないというわけでこういうあの狩野さんのネタが見れるのは、はい、西口プロレス他にもあるんですか、まあ、去年西口プロレスなんですけども、はい、あとちょっと1個あのちょっと先なんですけど、はい、9月にですね西口プロレス あの若手だけでやってる西口ドアというのがございまして、はい、西口ドア続いてるんですねちょっとね団体みたいなのがありましてそこにも今出てましてそれのビッグマッチが年に一度の、まあ、新宿フェイスを借りてやろうというすごいですね、新宿フェイス13日に決まりまして、はい、で普段ですね、その西口ドアがこういうリングじゃなくてあのなんていうかカレー屋さんとかそういうところでやってるっていう、はい、いや本当なんですこれあのカレー屋さんとかあとあのスーパー銭湯とかそういうところでこうやってまた見たくなった方も、ねまあ、コメント見てる人もいるわけですよねそうですね、はい、リングで出た回がありましたもんねちなみにさ、最前列の席はもうすぐ埋まったんですけど、はい、自由席とかそれ以外の席は全然埋まってないということなので、はい、ぜひ皆さんちょっと今日の皆さんがみんな行ってくれます9月13日はぜひ新宿フェイスにもよろしくお願いします、はい、半分ぐらい顔覚えましたもんね山本さんまた上がったこのフェイスに、はい、僕が新木場の魔界にというわけでですね、はい、これで私の私たちのこのステージは以上になりますステージゆっくりお楽しみいただきましょうありがとうございました何も疑ってないですよ、いい人、はい、さすがですねおー最後はガッチャメラポーズを、ここはでも普通はあれですよ、それラポーズですよねラポーズですね、でも途中で気づきましたね、今ね、はい、いやあこれ夢のあのポーズが再び、はい、ねアイアム調のポーズとプロレスラルポーズが並ぶというねそうですね、はい、両方とも偽物っていう本物が誰一人いないというですね辛いですね辛いですかそしてお二人ともご存命ですからねまあそうですそうそうですそうですなぜわざわざ偽物をやるのか OK がいないってことで勝手にやってるだけですからね、はい、ロイヤリティってことで危ないですねさあ、というわけでございまして、再開でございますね。はい、第4試合、6人タッグマッチ30分1本勝負。はい、ソヤマラブのサーロンガイスメラギソーマ対河野正樹近藤修司伊藤貴則でございます。ガノさんの後に登場してるんですね。まあ、ちょっと休憩ありましたからね。あの、近藤さんたちに待たされてたのかと思いましたちょっと休憩があったんですね。さあレッスラーこの時点ではレストランリザルトチャンピオンシップ王者でございます。伊藤貴則やっぱりあれですね。はい、この曲はあのオリジナルなんで、はい、流しても大丈夫です。はい。はい、だガノさんもこの曲で入ってくればちゃんと流せたんですよ。はい。どうしたらわけわかんない。わけわかんないっていう。さあキングコング近藤修司。で河野正樹でございます。その後の試合ですね。まさかその加納さんがあんなことになってたとは。ね、僕らは知る由もなく。その時は見てなかったですもんね。はい、ああいう状態だったわけでございますね。で、あの後に多分歌謡ショーがありましたからね。ああ、そうそうそう、そうだったんですよ、ね。ステージパフォーマンスをされる方もいたので。はい。僕らはもうどういう惨劇が行われてるか分からなかった惨劇なんですね、リキッドクリスタルというアーティストさんがあ、そうなんです、はい、あの後にね、はい、来ていただいて、はい、これは
お知り合いだったんですか？あ、もうそう、はい、千葉の方だったんです。千葉の方が結構、はい、広く活動されているので、神奈川の方でも活動されているので、はい、まあ、出ていただくことを出ていただいたんですけども、はい、まあ、2曲ぐらいって話だったんですけど、はい、その2曲がほぼメドレーっていうんですねなるほどなって、すごい長いなと思って、はい、メドレーだったっていう長いんだけども2曲って言われたら2曲だと、そうですね、あそういうまとめ方か2曲ってとこにメドレーをぶっ込んできたってなかなかすごいですそしたらもうあれですよね、5、6曲いってるってことそうそう、いやもっといってるかもしれないですよそれしかもまたジャンルがすごいです、別々でもう全然、あ TRF 行ったかと思ったら、あれですね、日本昔話のもうでんでんでんぐりしてバイバイバイって言って歌い出して、幅広すぎる、すごいなと思いながら、でこれは大変だと思って僕も入ってったんですけど、あ大変だと思って収集がつかないなと思って入ってって、ストップ、ストップで、はい、いやで、はい、ストップどころか一緒踊るっていうですね。あ、踊ったの、踊ったの。なるほど。そうですか。まあ、そういうね、ミニライブがあった後の、この試合でございますね。ソヤマダムのサーロンガス、そしてスミラギソーマが入場してまいりました。6人タッグマッチでございます。そうですね。やっぱりちょっとスミラギソーマ、結構こうスラッとしていいんですけども、はい、やっぱもうちょっと肉が欲しいですね。そうですね。はい、うん、まあ、これから つけていくんでしょうけどもね。そうだから、スミラギ選手も先ほどね、トンショ選手の話しましたけども、トンショ選手が言っていた話によると、やっぱりミトミ選手にああいうこと言われて、はい、もう今しゃかり気になってめちゃくちゃ練習してるんですって今、横浜分隊に向けて、はい、スミラギ選手のその意地の今ね、こうやって見るとね、こう静かな感じじゃないですか、ね、だから感情をむき出しにするスミラギ相馬が横浜分隊に見られるんじゃないかなと、三富半助はだからなんだかんだでやっぱエース陣に火をつけたんで、はい、まあ、そういう意味ではね、良かったかなと思いますね。いや、やっぱ火がついてくれないと、うん、もう三富選手も言った意味がないですね。そう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 、さあ、その3期生のスミラギと、そして2期生の伊藤でございます。まあけど本当ね、伊藤貴則を誰よりも早く発掘したのは河野さんでしたからね。そうですね、うん、ロイヤリティってことロイヤリティ一騎打ちを行って、その後にまあタッグ組もうって言ってタッグを組んで、そのレストランタッグチャンピオンシップ王座を獲得するというね。まあ、そうですね。でもまあ僕が言ったけど、結局やるのは本人なんで、うん、まあ、本人が努力してできたということなので、うん、でお客さんにも認められたっていうのは、それで良かったのかなと。この体格で意外に身軽で、ジャーマンのプレッションが綺麗で、はい、すごいですよね。そうですよね。まあ、やっぱりそのパッと見た瞬間にね、こう説得力がある選手ですからね、伊藤選手は。だからその8ヶ月でベルトを取ったっていうのも本当もう、まあまあそうなるよなっていうふうな納得をね、見る側が得られますからね。しかもその後リザルトチャンピオンシップのベルトも土井浩二選手からね、ダッシュするというね。だから伊藤一人であれですかね、タッグチャンピオンで勝ってますからね。ああ、そう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 、土井一人で勝ってるね。はい、こいつがタッグチャンピオンってことですね。そこで、そういうことになる。うん、さあ、スミラギをタッグを飛ばす。このロープワークですからね、このタイトルで。さあ、ドロップキック。これはいいドロップキックですね。さあ、2期生と3期生。ここはタッチです。近藤修司とタッチ。そしてこちら、ソヤマル。さあ、国際武道大対決。はい。はい、この2人、リングを降りるともう明確な越えられない壁がある2人、先輩後輩ですから、この24時間レスランでもお届けしたんですけど、サマフェスの時の、はい、ソヤさんに対する近藤さんの仕打ちね。いやー、もうあれは本当先輩ならではですね。先輩ならではですよね。だそれを唯一破れるのはこのリング上しかないわけでございます。ソヤさん的にはワイルドコール。ちびこたちがワイルドワイルド。こうやってね、こう英語を覚えていくんですよね、ちっちゃい時 ね、 ね。僕らもやっぱプロレスで英語をやっぱ覚えましたからね。ああ、なるほど、はい、プロレスを通じて英語を覚え、そしてアメリカの都市を覚えるというね。あ、だってあまりのなんてやっぱりプロレスを見ないとなかなか聞かない地名じゃないですか。そうですね。ハンクスがいたからアマリロっていうのをこう知るわけでございますので、はい、こうやってちっちゃいうちからプロレスを見ると賢くなる。そうですね。はい、息子さん、うん、ありませんそういうの。
息子さんプロレス見てます見てます見てます、はいはい、ストンピングとか割と、はい、いい方向でくれますストンピングはなくてすげえすごいっすね教え込んだんですかお父さんが教えてないんですよ教えてないのに身を見まねで人が寝てるとこ起こしてくるんですよねストンピングで暮らされるとやだなそうですね私はあのベッドに寝れないのでああそっか板場に、はい、引かれあの布団を敷かれるので、どういう生活ですかそれ一体さあロープに押し込みますソヤマラブブレイクするのかさあ離すかおワイルドクリーンブレイクですよワイルドブレイクワールドブレイクって言いますね2回目じゃないですか、はい、2回言うことないですよねさあフライングメイヤースリーパーホールドうわーゴ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 ーこの腕でスリーパーたまらんすねこれやだなーサーフボードストレッチおまあ、近藤さん曰くこうやってね、新百合ヶ丘のこのリングでこうソヤマラブと、対戦することはもうすでに決まってることだと、はい、物事世の中全てのものはあらかじめもう決められることだということですね、まあ、これも、朝方の2時か3時ぐらいにこの番組の中で、流したんですけども、はい、7秒前に物事は決まってるらしいですよ、はい、言ってましたよねそうですね、ねはい、ですよね、はいはい、だからサーフボードストレッチをなぜ出したかというとこれはもう7秒前に決まってたことだったなるほど、最近何の本読んでるんですかね何の本読んでるんですかねムーとかですかねムーはさすがにムーは読んでないじゃんムーを読んでるのかな回せるか回せないですねさあこれが初代タイガーマスクだったらここからカンガルーキックで逃れることができるんですけどもソヤさんはカンガルーキックできるかワイルドカンガルーキックいやできない力で返すしかありませんおおこれおおあ勢いを逆利用されてしまいました難しいんですよね、サーフボードストレッチをこう力で切り返すっていうのね。単純にこう、力を切り返すと本当に、返す側もすごい力使いますし、はい、ですね、近藤選手に対してはもう、ソヤ選手ぐらいしかできないです。じゃあ、そうです、そうです、はい。お、外れた、スリッパ。ソーマも相当あれですよね、力入ってますもんね。うん、見てて力がみなぎってしまうと。サーフボードストレッチ合戦からタッチを受けましたスメラギガラ空きの近藤のボディにストンピングを放ちそしてさあ首をひねりますロングメイヤーそして首4の字にいきますねここでねこう例えばこうスメラギ選手がこう STF とか出すとね、そうですね、あ、分かってるなってなるんですけどねやっぱそういうセンスが欲しいですよねこれねお、しかしその首音の字を仕掛けるスメラギに河野さんが首音の字固め河野さん首音の字固め珍しくないですかこれ蹴っ飛ばして外れなかったので首を締めてやろうとなるほどなるほどすると今度は野沢論外が首音の字固めスワラに伊藤も入ってくる伊藤も首音の字固めとさあ首音の字の数珠つなぎというやつですねさあ最後にワイルド13段が入ってきましたワイルド13段ストンピングそしてなんか迷いは生じてるんですけどね、まあ、ちょっと狭かったですね狭かったそう、うん、じゃあ首固めじゃなくこっちに行くということでなかなかこれ4人ですからね難しいですよね、おおしか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 しおお逆エビ固めこれ力学の法則でいくと伊藤選手が一番効いてることになりますね、これね、伝播しますからね。これで伊藤貴則がギブアップしたらすごいことなんですけども、まあ、しかしこれはね、権利がございませんの で、はい、レフリーがチェックいたします。はい、いくらタップしたところで。そうです。認められません。さあスメラが一人で青コーナーに向かっていきましたがここでこの蹴りね
これは痛いし重いし。蹴られたスメラギ選手の体全体が何センチかずれましたね、今ね。そのまま体が浮くようにしてこうキャンバス上滑っていったというですね。すごいなぁ。コンビニと逆にそっちの方がダメージは浅いのかもしれない、はい、ああ、まともに食らうよりは。投げっぱなしのバックフリップ。ボクシングのスリッピングスウェイの、今、会長が今レフリーを蹴飛ばしました。誰誰という、まあ大体犯行現場っていうのはこう誰っていう人が大体犯人ですからね、これね。はい、さしかし捕まり続けておりますスメラギ。今度は河野正行登場。コメント見ると伊藤ハムっていうのはすでに疲れてます。ああ、そうですね、浸透してしまいました。この伊藤ハムを払拭するにはもう横浜分隊で伊藤選手がもう勝たなきゃいけないですね。そうですね、これね、しかないですね。はい、差が相当ありますからね、河野さんとだと。うわ、溜めてのボディスラム。本当にもう河野さんのボディスラムは高いんですよ。高いですよね。落差があるんですよ。10分経過、10分経過。で、またあの河野さんのってですね、はい、あのフォームが、はい、あれなの、独特なんですよね。あ、あの自分たちって、はい、あの特に自分の場合はもう林さんからこう受け継いできたボディスラム、で僕の世代で結構そういう人たちが多いんですけど、ね、はい、多分コーン選手はまた違う。違うね、はい、違う。林さんじゃないですな。これは剣道家臣自費伝ですか、これは。そうですね、あ、家臣さん。あとまああれですね、でかいから高さを出した方がいいっていうのは富士さんからのあれですね。あ、そうなんだ。いや、今僕見てて富士さんもこのボディスラムですよね。そっかそっか、そういうところでつながりがあるんですね。でそのルーツとか、うんうんうん、アドバイスいただく人によって本当いろんな風にこう買っていくんですね、同じ技でも、うん。あれ、山本さんは全日本に入門してきた時のコーチはカズさんですか。 そうですね、その時はあれなんですよね、あの武藤さんから聞いたことなんですけど、あのもういろんな先輩のアドバイスは聞かずにカズさんの言ってることだけ聞けばいいっていうふうになんか武藤さんが言ってたと。デビューまでは基本的に、ね、はい、いろんな人 の、 あの話聞くとこう結構バラバラになってどれを守ったらいいのか分からなくなるから、カズ、はい、あのコーチのことだけを聞いてりゃいいんだっていうことをなんか武藤さんが徹底させたっていうのは言ってましたけどね、はい、うん。さあ、まだボディスラムが続きます。しかし、ノサーロンガーとカット。まだ、まだ行く、まだ行きます。何発これやられてるんだと。可愛がりでございますね。そのたびに。公表します、ノサー選手大活躍です。大活躍なんですか、これは。いや、もう、あの、なんですかね、名アシストですね。はい、これでも多分、近藤さんとノサーさん、どうリーグに残ってるのが多分めっちゃ疲れますよ。近藤さん疲れてますよ。はい、ほら近藤さん明らかに動き鈍ってますもん。ほら、追っかけきれない、追っかけきれなくて、いや、ぜいぜい言ってますよ。いや、ここでこう体力を削るんですよね。だこれで近藤修司の動きを鈍らせることにね、はい、なるわけですからね。これやっぱ野坂氏やっぱ違いますね、こういうところね。さあ、フォール、またカット。ここもあの近藤選手も春の遅れちゃいました、ね、遅れました、はい。さあ、ようやく捕まえました。ようやくノサーロンガが入ることができません。よし、それも捕まってます。はい、ボディスラムで、さあ、フォール。おー、自力で、あれだけボディスラムされながら自力でスメラギ・ソーマクリアいたしました。いやさ、しかしやり返せるか。
たい菊池みたいな。さあ、スリッチハンマーかわしい、はい、おお、スイングブレイド。さあ、一瞬を報いました。ここでタッチしたいところです。野沢さんも疲れてますね。なんだかんだで疲れてますね。さあ、ワイルド13が出てまいりました。さあ、ワイルド3点セット。おお、フレームラリアット。おお、元気ですね。元気ですね。まあ今まで一番何もやってない人でしたからね。はい、バックエルボー、ブルドッキングのヘッドロック。ショルダーネックブリカで、おお、近藤が入ってきて、まとめてショルダーネックブリカと DDT まとめて攻撃。ドヤ顔。日野選手は僕の1個下なんですよね。はいはいはい。日野選手も僕の1個下なんですよね。ああ、そうなんですか。へえ。どちらも一個下には見えないですね。さあ、UWA 世界6人タッグ王者の2人である、ノサーローマイと、ああ、連携でしたが、うまくいかない。おお、もう連携がうまくいきません。うわあ、ジャンピングに。おお、ワイルドボンバー。すごい。なんかジャンボ鶴田対スタンハンセンを見るような攻防ですよ、今のは。さあ、そしてジャンボ鶴田、スタンハンセンから、ね、うん、これは何だろうか。菊池さんと、伊藤やっちゃ伊藤伊藤がそのままですからね。さあ、3期生の攻め投げ、そして2期生の伊藤です。もう一回口出し、そう、まあ軽いから数打たないから、ね、うん、そうなんですね。まずちょっと、うん、数、そして的確にヒットさせなければいけません。ミサイルキック、対戦、うん、なんすかね、これ西村治対橋本真也ですかね。当時の、あー、言ってる矢先にフライングニールキックが顔に入ったね。うわー、チャンスか。この体であのニールキック一気にいくか、水面蹴り、橋本真也ですね、ガチガバあれですね、7秒まで決まってるんですね。7秒まで決まってるんですよ、まあ、これ映像ですけどね、はい、さあ、分断されてしまいました。雄たけび上げた伊藤がバックを取る、ジャーマンスープ、すごい綺麗なブッチですね。いやー、金の取れるジャーマンですね、これはね。いやー、ブリッジが綺麗。はい、16分2秒、ジャーマンスープレックスホールドで伊藤貴則がスメラギ相馬から3カウントダッシュでございます。河野正幸、近藤修一、伊藤貴則組の勝利ということでございまして、もう安心してリング上任せね、託せますもんね。そうですね、うん、伊藤に関しては、まあ、あと近藤さんもいるんで、はい、2人に任せても全然誰でも3人いけるっていう、ね、いけるというね、誰でもいける。だからそのカットに入られないように その、ね、それを抑えていれさえすれば、もうリング上ではこう勝利を挙げてくれるっていうのがね、はい、ありますのでね、そのような形となりましたね。そうですね、うん、ちょっとね、その首四の字で長い逆蛇固めみたいなのもありましたけどきっかけ作ったのあれは河野さんですよ。だってあそこで首四の字いったわけですからね、はい、その後のボディースラム地獄と、あれもすごかったですね。さあ、続いてでございます、第5試合でございます。先に入場してまいりました、こちらアンディユー、レッスルワンクルーズダディビジョン王者でございます。一人ですか、ここは一人ですかね。さっき場外ちらっとこう三富選手が、あ、いました、もういました、はい、はい、パートナー三富正幸でございます。はい、じゃあ高橋だ、はい、いたはい、一人自由軍の三富正幸、そしてはい、アンディウ、一人自由軍、はい、 9.2 横浜分隊では吉岡正幸の挑戦を受けます。調子良そうですね、ね、自信みなぎってますよね。今の自分のそのコンディションとかそういったものに対して全くこう不安がないというような表情を ね、アンディ選手はしておりました。はい、三富選手じゃなくてですね、まあ三富選手もある意味そうなのかもしれないですけどね。
さあそして対戦相手として入場してくるのがその吉岡誠輝、はい、パートナーはヒートアップの田村和弘と、そうです、ゆりが丘つながり、はい、はい、ここで登場でございますね。クルーザーの前哨戦でもあり、はい、さあ田村和弘、まあ先日8月ですけどね、あのヒートアップは後楽園大会ですね、本当、昨年は10月にね川崎の等々力アリーナで、はい、ビッグマッチ開催して、今年はね後楽園ホールを成功させると、はい、着々とねその団体を大きくしてますよね、田村選手はね、着々ともういろいろされてますよね、うん、さあヒートアップ、ユニバーサルのベルトを、保持してまいります。この間あれですよね、田村選手新聞出てましたよね、あの不倫の今井、あ、そう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 、議員と、はい、ね、あのチャリティーのなんかね、そうなんです、ところがですね、その日今井議員が来なくてですね、やっぱこのね騒ぎになっちゃったからだかなんだかわからないですけども、その後楽園ホール対ヒートアップの後楽園大会に来場するというふうになっていたんですけども、まあ当日いらっしゃらなかった、はい、いうことがあってですね、まあそれでも後楽園大会ちゃんと行われましたので、はい、お、豪華な花束が、あれこの方誰ですか、あ、月本さんというですね、はい、川崎の市議会議員の方ですね、はい、先生、先生ですね、はい、将来の総理大臣どうですかね、どうですかね、どうですかねと、いやいや、今後はどういった活動が、はい、架空請求かもしれないけどですね、検察官のさあ、アンディと吉岡にとっては分隊の前哨戦でございます、そうですね、はい、これはもうあれですね、みんな出たいというか譲りたくない、うん、クルーザーの2人は戦いたいし、うん、田村選手だってね地元でちょっとそう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 出たいとはいろいろあるとは思いますけど、はい、あと三富先生やっぱりあれほどのことを言った手前ね、そうですね、やっぱり自分自身が結果を出さないと、ということになりますよね。さあ先発はアンディ・ウーと吉岡誠輝でございます。あ、どうなるね、これの2人が横浜本体で争うベルトは元はといえばね、うん、山本先生も巻いたベルトでございますからね、巻いたまま決勝してしまった、本当だったらあの後ね、あ、そうか、そうね、返上か、はい、あれがなければ多分今も保持してるんですよ、そうですよね、ええ、はい、それがね、わざわざ白いベルト作ってくれたのにね、あれたまたまです、ね、たまたまなのあれ、はい、自分3代目とかですかね、そうです、はい、初代が、田中みのる、2代目がアンディユ、はい、そして3代目が大和ひろし、まあ、そのまま永久王者になるかと思ったんですけども、まあ、アクシデントによりね、今どうなんですかその首の方は、まあ、何パーセントぐらい、はい、うん、そうですね、だいぶまあ調子はいいんですけど、はい、はい、実は来週また病院に行って、うん、はい、検査を受けまして、うん、まあ、検査っていうかそのまあ現在の調子の中なんですよね、うん、それ次第でもう本当リングの練習を完全再開する、はい、感じになるんじゃないですかね、それぐらいの調子が、はい、考えられる、いや本当これはね本当もうまあねご自身大変だと思うんですけど、やっぱり焦らずに、焦ったらまたゼロにまた戻っちゃいますから、本当にね、うん、まあけど今だったらこういうねプロモート活動やってるんで、そっちの方でモチベーション持てるんで、そうですね、焦りはどうですか、あれ、まあ焦りはないですね、ないですよね、はい、やっぱもうこういうプロモート活動もそれはそれでまたすごく勉強にもなって、自分の勉強にもなって、はい、はい、で自分で言うのもあれなんですけども、うん、やっぱりそれなりにこう結果を残せつつあるんですよ、うん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 、ですから、はい、まあ、両方でこ うまく前に進んでいければ一番、そうですね、まあ、欲張りかもしれないです、いやいや全然そんなことないです、だから本当復帰した暁にはまたこのベルトを狙っていただいて、ね、そのクルーザー王者としてこう営業活動ができるようにすれば、そうですね、はい、そしたらもうそのいやいや今度タイトルマッチやるみたいな、そうそうそうですね、前ベルト巻いた時ね本当持ってってこうね、そうですね、こうベルトをこうね、はい、見せたり、ね、手はあの触らせたりとかして喜んでくれましたもんね、あの時ね行く先々もね、そうです、一回もですから自分がベルトを巻いてる時は、うん、会社に持っていかなかったんですね、ああ、ね、
あの通常こう皆さんなくさないように、はいはいはい、預けたりするんですけども、ええ、一度もあの会社預けなかったって常に持ち歩いてずっとスーツケースに入れてましたね。何かっつうとこうこれがチャンピオンベルトプロレスのチャンピオンベルトですって見せて、はい、わあいいなあっていう感じになって、それ3代目の時だいぶいたんだと思いますね。そのベルト今アンディが巻いてます。はい、まあベルトというのはそういうものでございます。やっぱり我々から見ても憧れのものでございますから。さあここはアンディウッドヒートアップの田村でございます。田村選手もね、本当本格的にそのレスラーに参戦するようになれば本当クルーザー級でございますからね。はい、さあそのことをかわし、これもかわし、ランニングローをかわす、いずれもかわします。あのヒップ動きを止めたのはアンディの方。やっぱ動きいいっすね。ね、うん。ここからミートミニタッチです。まあ本当ヒートアップもね、その地域密着で活動している団体でね、その川崎周辺ということで。まあ、そういう意味ではなんか、ね、いいお手本になってるんじゃないですか。いや、本当もう、はい、いろいろですね、はい、情報誌だったりとか、その地域の新聞だったりとかですね、うん、いろんなところでこうヒートアップさんの名前が出てくるんですね。で、そういうのを活動をこう見ながら、本当に勉強させていただいてますね。あ、こういうこともプロレスを通じてできるんだろう、うん、はい、あれですよ、次のね、そのプロモートする大会にヒートアップには来なかった今井絵理子議員を呼ぶのはどうですか。おお、なるほど、はい、来るかどうかわかんないですけども、はい、また今井議員のそっくりさんだ。今井理恵子さんとかね、絵理子さんじゃなくて、はい、ああ、今井理恵子さんいないですかね、どっか千葉県内に。そうですね、いそうですね、普通、広いですからね、普通にいそうな名前ですもんね。はい、ドロップキック、三富正幸はかわされましたが、田村和弘はヒットさせます。そして吉岡とタッチ、吉岡と三富。今井理子さんって前、全員ボイスの時に、準備でいたいじゃないかな。あ、そうなんですか。へぇー。今井さんですよ。今井理子さんですね。そう、元スピードの。はい。はい、うん、ジムにいたんですか。ジムにいたっすね。本当ですか。まあまあ、同姓同名ですけど。ああ、同姓同名がびっくりした。はいはい、へえ、まあ、どうでもいい情報ですけど、ね、はいはいはい、じゃあその方を呼べばいいんだ。そうそうそう、次、はい、はい、同姓同名の違い人呼びましたよ。でこう一般マスコミがこぞって退去して押し寄せたんだけども違う人みたいなね。はい、あ、さあいよいよ場外戦でございます。かなり奥の方まで行っておりますね。で、まあ、そうです、場外は、南側ですね、はい、こういう風に避難の席になってまして、これ見やすくていいですね、はい、おこれはお子様が見に来られたじゃないですか、この時に。そうそうそう、ね、これ例えば終わった後にお家に帰ってこうお話しました、この感想とか聞きました、この大会の。あ、聞きましたね。どんなこと言ってました。面白かったって言ってました、ね、まあプロレスお好きでしょうからね。そうですね、はい、うん、うん、ね、ただお父さんの話が長かったって言ってましたね。なんと冷静な。分かってらっしゃる。興行全体を見てると息子さんは。そうですよ。試合は良かったけども、お父さんの話が長いと、ちゃんとプロモーターよりプロモーター、プロモーターよりプロモーターですね。うちさんの暗いとこで、ええ、もうちょっとまとめられたんじゃないのみたいな。あれ、今息子さんおいくつでしたっけ。今4歳です、ね、4歳でそこに気づくと。お父さんの話長いよと、パパの話長いよと。いや、父親より才能ありそうだ。いいっすね。いや、でもやっぱりもう親父ってのは超えてもらうものですからね。いや、4歳の時点で超えられちゃった。いや、それちょっと僕も困りますよ。4歳ですでに父を超えてるというね。いやいやいや、待ってください。超えてるって決めつけないから、ね、あ、まだいろいろありますね。低い障害でしたね。ですね。
あっという間にもうちょっとでかい障害であってほしかったですね。かなり低い壁でしたね。息子にとっても高い壁だったほしい。声がいがなかったでしょうね。そうですね。自分が4歳の時点で父親超えちゃったらね。まだ超えてないですけど、まだ超えさせてないですけど、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。測量の免許を取ってもらった。測量の免許そっからですか。4歳で測量の免許を目指す。でも国家資格ですから取れますからね。まあそうですよね。受かれば、うん、はい、資格はね持ってた方がいいですからね。そうそうそう、2級ボイラー技師とか取らせたらどうですか。いやそれ自分が持ってないの持ってってほしいです。そうさあドラゴンスクールで2人を同時に回しました三富。そしてアンディが手を伸ばしております。ジャンピングタッチ、再びクルーザーディビジョン前哨戦、アンディウ対吉岡聖輝。さあここからまたスピードが加速してきますよ。ティーヘラーで振ります。そしてドロップキック。今は通常とは体逆になるんですけど、それもちゃんとドロップキック一つ出しましたね。サンク飛びプランチャー止まらないですね、一度動き出したら ね。 そうですね。アンディ選手はパンジャーしたときに自分も着地できるってすごいですね。なんかこのペースを切り崩すのは相手する側としては難しいので、まあ、そこが一つね吉岡選手にとって、まあ当日ね、どうするかというふうになるわけでございますけども。そうなんですよね。アンディの場合こうやって飛び技とか動きにどうしても目がいってしまうんですけど、はい、その動きをやり続けられるすごい体力、スタミナっていうのも別荘の中でもずば抜けてる、ね、いや本当ですよね。おお、トロベジーノ、そしてマヒストラル、しかし貫突、スピードでは負けておりません吉岡聖輝。これは完全に横浜でねアンディウと戦うということで、やっぱりこのスピードを上げてきてますね横浜に向けて。さあフェインホン、これをカットしてバックスライド逆さを側面狙うが、これもカットされる。裏剣、そして旋風脚、もしかしトランスキック、止まりません止まりません。互角ですね。さあここからお互いタッチを求めます。田村、そして三富へ。チョップ合戦、バットからウォークトムが追走してバックエルボー、さらに追走する。こちらも意地を張ります田村と三富。コブラツイストを狙うコブラツイスト。さあアブドミナルストレッチで動きを止めました。三富このままギブアップを奪うでしょうか。グイーッと持っていく。そこからさらに腕を後ろに回してさらに絞ります。さあ田村ロープに近づいているがエスケープ。しかしこれで相当スタミナを奪いました。勝負に出るか三富正幸、首をかけるポーズ、フィニッシュ宣言、得意の垂直落下式ブレンバスターを狙う。しかし背後で着地、バックの取り合い、丸め込む、いやしかし丸め込ませない。わあ来た、もう一発、これもカウント2。三富選手結構キャラ来たんですよ。そうなんですね、トラスキック系を使いますね。さあ分断いたしました。まずはアンディが串刺しの膝、そしてこれもトラスキック、そこからブレンバスターを狙う。さあフォーリーいきます。三富、田村から、お吉岡のカットが間に合いました。さあ風車式の要領でキャンバスに叩きつけます。これで吉岡は排除。さあコーナー付近にセットしたということはスプラッシュを狙うんでしょうか。田村に対し、さあソルティースプ、おーしかしフットスタンプの要領になったが、これは着地、アクスボンバー、大森高尾直伝アクスボンバー。
移住組まれてたんですよね。今もアクスボンバーズとして。あ、なるほど、はい、全日本プロレス1のユニットになりましたよ、アクスボンバーズ。さあ、ウルトラタイガードロップ、うん、動きを止め、そこに吉岡がコーナー登る。こちらもスプラッシュ放ちます。さらに試合権利を持っている田村もコーナートップ。そこからミサイルキック、そしておお、吉岡選手も蹴りを合わせました。あー、慌ててカットに入ります。間に合いました、アンディウ。なかなか勝負が決まりません。さあ、そのアンディウを場外に落とし、吉岡が飛んだ、プランチャー。さあ、あとはリングの中だ。リングの中ですね。ここからミノルスペシャル狙うが、これをカットし、おお、エルボー。そしておお、ガンノスケクラッチ、おカウント2。あー、しかしジャンピングハイキック、円髄に。そこから、さあ、来た来た来た。あー、これでギブアップ。ミノルスペシャル一発で決めました、田村。最後は13分31秒、ガンノスケクラッチをクリアした後にミノルスペシャルで吉岡が勝利と。まあ、あのガンノスケクラッチというのはもともとね、あの三富選手が組んでた甲斐選手が、ね、はい、ガンノスケ、公認、そうですね、本家公認、ガンノスケクラッチとして使っていたのを、まあ、今三富選手もね出したわけですけども、それでスリーカウント取ることができずと、はい、いうわけでございます。勝負の方はなので、前哨戦は吉岡が制したということでございまして、しかしアンディ・オーレは負けてないと言わんばかりに、クルーザーの、ね、ベルトを掲げたということでございます。やっぱり田村和弘選手動きいいですね。いいですね。いや、本当にね、キビキビしてまして、まあ、田村選手も実は結構もうキャリア積んでる、ね、そうですね、選手なんですよ、はい、年齢を考えるとこの年齢であの動きができるというのは素晴らしいことだと思いますね。ぜひちょっとクルーザー先生にも、はい、絡んできてほしいですよね。そうですよ、はい、あら、出てきた。さあ、登場いたしました、これがメインイベントになります ね。60分一本勝負6人タッグマッチでございます。先に入場してきましたのはドイクマ、そして黒潮イケメン二郎でございます。ニューエラの3人、レスルワンタッグチャンピオンシップ王者と、そして今度の横浜分隊メインイベントでレスルワンチャンピオンシップにチャレンジいたします。ちゃんと後ろの方まで行って、あ、山さんの息子さん映ってますか。誘拐ですね、あ、次男今映ってたみたいです、ね、次男、はい、次男ちゃんが映ってた。今誘拐しようとしたら嫌がられましたね。そんなに嫌ですかね。今お袋と親父いましたね。あ、なんと大和シニアが、ええ、はい、はい、いたと、ええ、あの三原のお父さんとお母さんがいました、ね、はい、ほとんどあれですね、あの、ええ、ご家族の方々が大事、今日この日はいらっしゃってたんですね。そうですね、あの、千葉からもあの2人来てまして、ありがたいですね、あの、千葉からこうやって出てきて見てくださる。まあ、ね、まあね、親としてやっぱ鼻高々でしょう。自分の息子がこれだけのお客様をねこう集めるわけですからね。いやー、どう思ってるんだかですね。そうなんですか、はい、息子よ、よくやったみたいに言わなかったんですか、この後。あんまり言わないです、ね、言わないんだ、そこは言わないんだ。あさ あ, あ、いつもの通りでございますね。まあ、やっぱこの方が出てくるとやっぱ場内の雰囲気がパッと変わりますよね。そうですね、さあ、タッグチャンピオン王者チームと黒潮イケメン二郎のトリオでございます。さあ、対戦相手でございます。登場してまいりました、もうこの3人でございますね。篠野翔太郎、小玉祐介、立花聖吾というわけでございまして、まあ、この時点ではユニット名はまだ決まってなかったんですけどね、この後の8月の後楽園大会で、アンファンエイチン、テリブルと、アンファンテリブル、はい、まだ市内は持ってませんね、この時はまだ持ってないですね。そしてまあ風貌も変わりつつあるような感じですかね。レッスルワンチャンピオンシップ前哨戦、ね、6人タッグマッチ、髪型まだ変わってない、変わってないですね、オールバックではないと、はい、テクノカットじゃない、アンコーナー、はい、レッスルワンタッグチャンピオン178cm 110kg、クマゴロー。さあ、まずコールがされました。キャンバスの板を割らしたら日本一、同じくレッスルワンタッグチャンピオン
177cm、107kg、ドイー、ね、あんまりないですからね。こちらパートナードイコージでございます。レスルワンチャンピオンシップ次期挑戦者、180cm90kg、この時点でレスラングランプリ優勝を果たしておりますので、横浜での挑戦が決定しております。黒潮イケメン二郎、赤コーナープロレスリングエース、170cm83kg、ね、立花聖。さあ立花聖吾、まあ、本当自分を変えたいと思ってる真っ只中の時点ですね、これはね。82kg、しかないですからね。さあこちらでございます。ニューエラを裏切りました児玉悠介、174cm95kg、 黒いですね。そしてレッスルワンチャンピオンシップ王者、芦野翔太郎、最後にコールされました。ピチッと髪型決まってますね。決まってますね。芦野さんは本当いつ何時でも髪型決まってますね。決まってますね。機動寒か足の翔太郎かっていうぐらい本当に。で試合やっても乱れないしね。あ、そうですね。これも木戸さんもそうでしたね。はい、なるほど。なんかあるんですかね、そういうこう絶対こう固まったままこう崩れない。なんか整髪、ね、のやつとかがね。いいとこついてるんですかね。うん。僕あの頭こう白くしてた時は、はい。はい、そういう整髪剤でちゃんとやってたんですけど、ええ、セットしながらああいう風になったんですけど、うん、試合終わるとボッサボサだったんですよ。あ、全然乱れないですもんね。乱れないですよね。あ、さあ先発は立花、そして黒潮イケメン二郎、15分ぐらいかけてるらしいですね、足野さん、はい、すごいかけてますね。ブル中野さんみたいですね。そうですね、さあ開始のゴングが鳴りました。百合ヶ丘大会のメインイベントでございます。メインを迎える頃はもう結構リングの近くでこれ観戦されたんですか、その時。それともなんかまだ動いていたのか。実はさっきからのチラチラ見えてたんですけど、はい、裏に暗幕があるんですね、はい、暗幕の端のあたりに多分チラチラさっき、あ、ね、見えてたんですよ。幕が白いんで分からなかったですよ。いや、幕、黒い幕のところここじゃなくてね、ここじゃなくて、ええ、カメレオン状態なのかと思いました。いやいやいや、はい、そんな忍者みたいな。そうそう、立ってんのに分からないみたいなね。目が点々ってこう2つだけ黒いのが見える、はい、そう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 、そんなもん。さあ場外に落とされそうになります。立花からすぐタッチいたしました芦野翔太郎が、いきなり黒潮イケメン二郎をリング下に落とそうとしましたが、さあ再び改めて追い込んでおります。これはもう本人がはっきりもう言ってしまってるんで、もう言っていいと思うんですけど、あのぶっちゃけイケメンさんは芦野翔太郎選手と向かい合うと怖いって言ってましたね。あ、ええ、殺気がやっぱりもう他の人と違うんで正直怖いとは言っておりました。はい、なかなかプロレスラー怖くても怖いって口に出せないものでございますけども、そこはもう認めざるを得ないということですね。はい、別にこれイリミネーションマッチじゃないです。はい、通常のルールですよね。そうですね、はい、トップロープから落とされたら負けとかそういうあれではございます。あ、いたいた、まあ、そうですね、山本先生いました。チラチラ映ってます。別にあのか隠れることないじゃないですか、ね、そうですね、堂々と見てればいいのになんであれ隠そうとしてるんですか。なんだ心理写真みたいな。そう、なんか揺れてるしね。、うん、いやー、けどこれもね、本当元をたどれば、やっぱりこの今の芦野翔太郎を生み出してしまったのは本当トリガーの河野さんと近藤さん。あら、ね、ここまで急速にね、ここまで上り詰めるとやっぱり、まあ、そうですね、ええ、はい、あくまでもあの時はまあトリガーのね若手的なポジションだったじゃないですか。そうですね、ただまあね、チームとして一緒にやった仲間ですから、うん、あ、まあ嬉しい反面、うん、まあ負けてますから、はい、悔しいのでね、うん、やり返さなきゃなと思ってますけど、ただまあ彼は彼なりにすごいなと、はい、単純に評価。いや本当ですよね、だから本当にね、お二人の想像を超えるぐらいのもう成長ぶりを、まあ、この半年で見せたということですよね。さあその芦野から立花にタッチ、そして黒潮イケメン二郎から熊五郎にタッチです。
五郎選手も本当にこう自信に溢れてますね今、うん、やっぱりベルトを持ったことによってね、そうですね、でやっぱり土井浩二選手とのタッグがすごい自分的にはもうねうまくいってるうまく回ってるっていうなんか自負があるらしくてですね、まあ、我々からするとあんまりうまくいってるには見えないんですけどもあれだけなんか試合中に頭叩かれたりとかしてるんで、熊五郎さん的にはもう土井熊っていうのは素晴らしいタッグチームだと自分の中で、だから続けたいってこと言っておりましたね、彼がじゃコントロールしてるんですよね。コントロールしてるのは土井さんなんですけどもタッグチームに対するモチベーションは圧倒的に熊五郎さんの方があるという。ああ、なるほど、自分でやってるんだけど土井熊というタッグチームが好きで好きでたまらない、いいですね、なんかそれは、うん、やっぱ本当好きこそですよね、物の上手なれと、先が見たいですね、これは数字に弱い、まあ、そこはあの皆さん追求しないように、それは仕方がない、それは、同じくんとえ、これ何、あ、こういう話が出たんですか、みたいですね、あアタチクの女ダブルのショルダー、そしてすぐさま先頭とレッグドロップ、だ今みたいに先頭行きますって予告しなければ決められるんですよ ね、 そうですね、先頭行きますって言っちゃうから相手にかわされてしまうんですよ、ヒーローものとか見過ぎですよ、別に技の名前言わなくていいですか、ね、ライダーキックって言わなくていいですよね ライダーがキック出しやライダーキックですもんねあれ言わなくていいと思うんですけどね、5分経過、おー、向かってってる、向かってってる、強肩です、あ、飛ばします、今こうね、何週間か前のこの、ね、映像を見た限りでやっぱり立花選手は今の化け方して良かったんじゃないかなと僕思いますけど ね、 そうですね、この時はまだ本当若手が一生懸命やってるっていう見られ方じゃないですか、そこをまず脱しないといけなかったわけで、どんな形をやるにしてもね、そこから今はもう脱却して誰も今ね立花聖子をこう若手でがむしゃらに向かっていくっていうのは見てないじゃないですか、今のねあの風貌を見るとちゃんとユニットの一員です、そう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 、だあの風貌に変えてこっから何を上積みしていくかだと思うんで、本当それこそこの結果ですよね、結果ですよね、まあ本人も思い切り用意したと思うんですけどもね、黒幕じゃないよ別に黒幕だったんですか、いや黒幕じゃない黒幕じゃない全然はい、さあ追い込まれております立花、どこにいつもこれだけホールの2階にいるんですか、いやあれはあのいや違います、あれはニコプロ用に写真を撮っただけです、はい、黒幕だからあのバルコニーにいるわけじゃないですから、はい、まあ、確かにあの武藤会長バルコニーで見てますけどね、はい、会場は結構音が響くようですね、そうですね、先ほどから、さあ反撃エルボーエルボー、そうこのエルボーで向かっていくがむしゃらな若手っていうところから脱することができなかったわけです、そうですね、あ反撃を見せて、おおまだ向かっていく、いいですね、こう思うようにいかない苛立ちのようなものがまだ見え隠れする時期ですね、これね、こうやって見るとね、こう歩き方一つをとってもイラついてる感がありますからね、この時の立花選手グレる直前ですね、グレる直前ですね、さあこだまりタッチです、あれはグレたんですかまあ先ほど本人に聞いたらもともとあった素だという言ってました、もう誰もがそう言うんですよ、だから生まれてずっと猫かぶってたと、親の前でも猫かぶってたって言ってましたね、そう言うんですよ、言ってました当時、言ってました、見れた時は、俺は今まで猫かぶってたんだぜと、これが俺なんだよと息巻いてたわけですね、本当にこれが俺だったんですか、
いやでも多分そうですね。本当勝ってないんですよ。あ、はい、ただあのいろいろこうぶつけるもの、うん、ちゃんとあのどういうふうにいけばいいかっていうのが分かったから、うんうん、ちょっと真面目な話ですけど、はい、問題児ってあのどうしたらその、なんか自分のことを言ってしまうとあれなんですけど、はい、やっぱこう力が溢れるから、あ、まあそうですね、そうですね、はいはい、その型に当てはめようとして、うんうんうん、そこから溢れてしまうから問題になってしまうので、うんうんうん、溢れた先をしっかり導いてあげれば、はい、それは本当にいい方向にしか起こらないんですよ。あ、だからそこにこういかにどうやって人に会うか、はい、っていうのがすごい大事になって、はい、だからこの時には立花の足の方が、うん、小田さんと会えたので、うんうんうん、今の方向に向かってて、うん、で本当にこう結果に結びつけはそこなんじゃないですかね。そうですね、うん、まあね、あの当時のね、まあ、黒い頃の三原博史青年をちゃんと導いて、ね、いただいた方がね、実際そういう先生がいたんで、先生がねいらっしゃったんですよね。本当その先生様々ですね。でその先生は一人はその教員ですけど、一人というのは一つは教員の方々なんですけど、はい、もう一つはもうプロレスなんですよ。あ、プロレスと出会って、うん、プロレスってここにこう向かうことで、うん、この悪いように動いてた力がそっちに向かうことで、うん、それがこうプロレスになれるっていう力に結びついたんですよね。プロレスが一人の青年を救ったと。いや本当そうですよ、だからプロレスが立花聖子を救う可能性ありますよね。ありますね、はい、救うって彼、ね、救われてないみたいですけど。3人入ってますよ。3人入ってますよ。レフリー、はい、レフリーよな。ルービックキューブが一面揃えられない大卒のレフリーですよ。はい、きちんと見てるよ、見てるんだ、中心に。さあ逆肩エビ頭、黒潮イケメンジローが捕まっております。この時点ではこの3人がね、こう、行動を共にするようになって、まだそれほど日が経ってない時期だったんですけどね、今のところ、特にやっぱ芦野選手と児玉選手はもう本当、もうずっと組んでるかのようにね、スムーズですよね。そうですね。これやっぱり2人ともやっぱ上手いんでしょうね、合わせられるという。そこに、あ、今のとかね。使わないといけない。協力があるんで、うん、であの児玉選手は海外行ってましたけど、はい、まあ、芦野選手ももっとなんかいろんな団体とか、はい、あのそういう経験の場を作ってほしいですよね。そうですね、全然もう初めて組む人は、うん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 、あの2月のマスターズで芦野選手があの藤原組長と組んだ時に、やっぱりすごい、やっぱりあれが刺激になったって言ってましたね。控え室でもう藤原さんの話を聞くだけでもうなんかもういろんなものをこうもら、ね、与えてもらえたぐらいの。でリング上でああじゃないですか、やっぱ藤原組長 ね殿下の宝刀が出るわけじゃないですか、まああいうのを見て結構やっぱ、まあ、勉強になったってこと芦野さん言ってましたね。これ一人で食いついててますからね、立花選手ね、うん、立花の気持ちもあるんですよね。はい、はい、時はそういう気持ちをどこにこうぶつけていいか、うん、どういうふうに高校に向けていいかっていうのが、はい、まあ、分からなかった頃なんですよね。そうですね。でこの数週後に、まあ、ああなったと、はい、ああなったわけですね。あれもね、本当僕はてっきり芦野選手がお前こうやれっていうふうに指示出したのかと思ったら全然そうじゃなかったらしいんですよ。あくまでも立花聖吾本人が、まああいうね、池田町をいろいろ、アウトレイジとか見て、アウトレイジを見て見て自己プロデュースしたんですよ、あれって言ってました、先ほど。あれアウトレイジなんですか。アウトレイジって言ってましたね。そう、結構意外でしょ。あ、で大和好きで見てるよね。はい、見てますね。北尾武志英子好き、もう全部見てますんで。僕らが、え、ビーバップハイスクールじゃないのって言ったら、ビーバップハイスクール知らないって言ってました。あ、知らないって言ってたんですよ。はい、そう、だからその世代じゃないっていう。そうですね。うん、まあ、かといってアウトレッジ世代かどうかちょっとそれもちょっと違う気がしますけども。確かそうですよね、アウトレイジの映画見た後って、うん、映画館から出てくる人みんなアウトレイジの顔してますよね。さあ、ジャーマンスペック着地、早間付け足からハリケーンドライバー、弾んだ弾んだ、こういう瞬間か。そうなんですよね、こう見えて結構あの瞬発力がね、イケメンさんあるんですよね。さあ、土井浩二、
これはもう体格に物を言わせて、そのよっともしボディスラム、さらに立花もボディスラム、さらに児玉にもボディスラムと大暴れでございます。土井さんのこのラスボス感って何なんですかね、これ ね、 本当ですね、本当にラスボス感がありますよね。さあ、これちょっとまずい、まずい、まずい、まずい状況になってきました。あー、邪魔邪魔邪魔、あー、しかしこれが玉突き事故になって、これもう本当土井熊の真骨頂ですね、今のね。いますよね、ラスボスにこういう、いますいますいます、はい、で、言葉でああやってね、全部対戦相手に丸聞こえというね、指示を出すと、しかしその通りやります。おお、無事、強引に強引に行きましたね。はい、今の技、強引バスターって技ですね。強引バスター、はい。そして足のにハーフボディスラム。さあ、ここで宣言してしまいました。はい、先ほど宣言しないで成功した戦闘でしたが、今回宣言、あーやっぱり、やっぱりとしか言いようがない。これはお、しかしそれでも、あ、背後ジャーマンスープレックスを狙う。おー、バックを取り返します。あー、しかし前方回転、さあ、アンクルロック、アンクルロック、やばい、すぐさま相手の足で、さあ、クマラリアット、これもかわされる。しかし腰が重い。おー、スリーパーホールドに、お、あ、ちょっと口が開いてまいりましたよ。口をパクパクさせております。しかし、コーナーに叩きつけて、これを脱出、突進する熊五郎。さらにラリア、あ、しかしアッパーカットいるも、もうそれでも諦めず、ラリアット、すぐさま起き上がり、ジャーマンスープレックス、すごい、今のすごいっすね。スッとストーンと落とす、独特のジャーマンスープレックスですね。上がると熊五郎選手の体持ってきますからね。さあ、先ほど立花やられた屈辱、これを黒石イケメン城にぶつけてほしい。しかしイケメンがバカとエルボー、いや、パンチだ。そしてフィニッシュ宣言。おお、しかしエルボー、もう一発エルボーだ。ああ、しかし膝が出ました。さあ、決めるぞと宣言。お、うん、ほら、イケメン落とし、うん、もう本当イケメン落としって、本当そのままの名前つけちゃったんですよ。もうちょっとなんか ね、それらしい名前つければいいのに、イケメン落としですからね。だからイケメンが落とされてるような風にしかね。さあ、しかしそれで動きを止めて、ボディスラム、ムーサルトか、ムーサルト。あー、しかし子供が入ってきた。さらに足のも入ってくる。エルボーをかまして、あー、逆さ突き状態、そこにイケメンのイケメンに低空ドロップキック、イケメンのイケメンに、はい、顎の先端にヒットしてしまいました。さあ、立花が気合を入れて、バック、わ、バックドロップいく。ここからガントツ、ここでシルバーロックに行った。さあ、シルバーロックリング中央で決まっております。足の、そして児玉が、あー、しかし児玉がカットしていた土井がなんとか入ろうとするところ、これをギリギリのところで児玉が止めている。さあ、土井の目の前でもがき苦しんでおります。苦しいイケメン二郎、ギブアップ寸前、ギブアップ寸前、九点に横浜分隊のメインを詰める男からギブアップ奪うことができるか、立花しっかり決めろ。さあ、決められるか。あー、しかしここで土井が児玉を引き離し、おー、しかしカットに入るんですけど、なかなか、うん、離さない。ならばとストンピング、顔面を思いっきり蹴り上げました。さあ、クマが入ってきた。さらに足のがエクスプロイダーで持っていく、スワンダイブでミサイルキック、届いた届いた。さあ、まだ攻防は止まりません。ああ、ここがラリアット。
行くのか、垂直落下式ブレインバスター、弾んだ。お、さらに熊頃を呼び込みます。宣言した、あ、遅い、あ、セット宣言しなかったよ、はい、おお、このまま排除。さあ行くか、ダイビングセット、ホールに行かない。さらにイケメンがムーンサルト、連続だ、ダイビング先頭からのムーンサルト、スリーカウント、見事な連携でございました。これはニューエラの 連携良かったですね、今ね、良かったですね、すごいすごいですね。18分44秒、ムーンサルトプレスからの片指固めで、クロシェイケメン二郎が立花聖子からピンホールダッシュ、メイメント6人タッグマッチ60分一本勝負はニューエラの勝利でございます。これはもうプロモーターとしても大満足、あ、本当いい、ね、それでいい、それでいいと、はい、こう葉巻をくゆらして、それでええやみたいな感じで、いやいやいや、もう走り回ってます、ね、走り回ったそうじゃないんだ、いや、ビッグプロモーターってそういうイメージがあるから、こう机に両足をね乗っけて葉巻を吸って、それはビッグプロモーターの話ですから、はい、ビッグプロモーターでしょ、中小プロモーターです、中小プロモーター中小プロモーターっていう言い方があるんだはい、いや、そんな中小プロモーターも大喜びでございます、このメイベントはね、はい、1ヶ月前ですね、はい、そうですね、けど僕はひいき目抜きに立花選手よくやってたなって思いますけどね、この試合見て、はい、うん、なんとかしたいって気持ちはやっぱ体に出てたんでね、今その気持ちをこうぶつける場所ができた、はい、わけですから、はい、はい、お、はい、あ、そっか、もうそうだね、わかりました、はい、はい、大丈夫、何があったんですか、怪我、怪我してない、大丈夫、大丈夫に、大丈夫、鏡を勝ったぞー、鏡が割れちゃった、あらららら、イケメンが勝ったぞー、皆さん大丈夫だったんですか、イケメン、怪我はなかったな、イケメン、はい、この部分はちょっと裏の方に出ましたので、はい、なんかイケメンが鏡割ったよっていうのが聞こえてるえぇと思ってですね、会場備品やめてくれよっていうのがまた戻ってきて、ほんとごめんね、過去にね、その会場の壁に穴開けた方がいらっしゃいましたからね、そうですよ、レスラーにはね、そのままこの団体を去りましたよね、あの方に、ね、壁に穴開けて自由すぎますね、本当にちょこちょこいるんですよ、レスラーの前にいるんだ、ちょこちょこ壁に穴開けて大変ですね、それ、今の俺じゃ叶わないですね、これなので、も分隊9月2日まではまだ時間があるので、それまでに僕のいろいろ仕上げます、なので皆さん横浜ですからぜひ、あと一人、もう一人の方がもう一人連れてきていただけたら倍になりますので、どうか皆さんお友達を連れての観戦よろしくお願いします。一人は一人連れてくれですからね、お願いします、1たす1は5つ目とかっていう人と違いますね、というわけで今日はヤマトさんの興行だもんね、顔黒いよ、むちゃくちゃ黒すぎるよ、ちょっと、はい、後で見てください、あれ、なんでこんな黒くなってるの、あれ、何があったんだ、これ、どこにいますか、別にペイントレスラー、今いなかったですよね、いなかったですなんで顔黒くなってんの、これ山本さんです、さあ、中小プロモーターが中小プロモーター呼び込まれました、また出てきました、はい、また出てきました、2回、2回、2回、たった2回ですから、大丈夫です、ただちょっと、ガノさんとの出方が長すぎたんで、はい、そこにダメ出し食らうぐらい、ダメ出し食らうという、そうですよね、おお、あ、どうもありがとうございます、投げていい、投げていい、彼の風習のグッズですね、ちっちゃいあのミラーの、あ、それをお子さんに、おお、嬉しそう、いいっすね、取り上げなさい、喜んでる、喜んでる、いや、本当に改めまして、今日は本当にありがとうございます、1、2、3、ダー最後、1、2、3、ダー私は思い出したことです、最後、締めよう、この愛すべき心理が多かったですね、2年連続この自分の愛すべきレッスルワンを連れてきて、そしてみんなでですね盛り上がることができて本当に嬉しく思います、そしてですね、あの今日、まあ、あの初登場も
ストライクの心理学科の渡辺静香選手、そして、ヒートアップの玉選手と、まあ、いろんな方がですね、この心理学科を盛り上げようとしております。ぜひですね、今後も我々スポーツの世界からこうやって盛り上げていければと思っておりますので、ちょっと今日全然なんか下が回んないですけどね、でもどうしたんですかね。いやいやいや、多分休憩時間にちょっと変な家族のネタを振ってですね、過ぎちゃったんで。自分でここでフォローして、ここでフォローして回収したね。そう、これお父さん言われるわ、息子にそれは。それは言われるわ。簡潔にまとめることができないんですか。本当に山本疲れ切ってるんですよこれ、コメント言われてると。よろしくお願いします。今日本当にありがとうございました。はい、いやこれもう一回、もう一回、もう一回やるの。長いよ、本当ですよ、長いよ。あれ、真っ白な未来へ AAO というのがありますので、曲流れたのに私が、これはでも真っ白な未来へ、イケメンさんがね、はい、気を使ってくれたんですけど、おい、投げよって書かれちゃったよ。それはもう息子にも言われますよって、もう本当ヨウさんにも言われますよ。言われますよ、グダグダ。あー、本当でこれはイケメンが言ったのから、イケメンが、イケメンがあり、イケメンが。そして周りを立たせる、そう、立たせる。おー、はい、これはイケメンが止めちゃったのが悪いの。終わったらあれでよかったんだ。曲流れたのにね。本当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 。真っ白な未来へ。あ、人を制すんだって。いや、本当分かるでしょ、これもう。だってもう言ってたらさ、僕も締めようとしたじゃないですか。大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。はい、はい、というわけでですね、まあ最終的にはいい形に締まりましたね。締まりましたね。AAO で決まりましたね。決まりましたね。はい、こういう感じでね、行いました新聞社大会でございます。でですね、ニコニコプレスチャンネルこの後ですね、あれなんですよ、一枠が24時間までって決まってるので、いよいよ24時間を超えますので、別のあのチャンネルに飛ばなきゃいけないと。そうですね、はい、というようになってるので、予定だったら21日前に終わる予定だったんですけども、はい、結構押しててですね、まず僕の挨拶の長さまあそれもあるかもしれません、はい、ですのでここから先の、アフタートークは、別チャンネルになりますので、今、運営コメントで出してもらってますリンク先の方に飛んでいただきたいと思います。このままブズとかそういうのはきついです。そうですね、あと2分、はい、だからそこで、ベストバッターアンケートとかやりますので、はい、じゃあ閉めちゃったのもういいかな、はい、じゃあ21時に、この、リンク先の方に皆さんお集まりいただきたいというわけでございます。それでは、約1分後でございますね。21時にお会いしましょう。
はい、というわけでございまして、24時間レッスルワン、ついに24時間を超えたということで、はい、多分24時間半レッスルワンとかそういう風になりそうですね。あれは25時間に、はい、お、そうでしょ。この際もう9月2日までずっと放送続けようか。えらいことになってるじゃないですか。それじゃ1週間枠を買うと、はい、あ、1週間分 全枠を買うと、すごいですね。これは独占企業ですね、それね、本当にね。そうですね、はい、というわけでございますね。自分自社メディアを持てって話ですよ。それは別にリコプラって自社でやった方がいいですね、それはね。はい、てなわけでございまして、新百合ヶ丘会をご覧になっていただきまして、はい、まあ、改めて振り返って、プロモートいたしました大和弘先生、はい、どうでしたかこの日。どうですか、はい、最後。そうですね、最後やっぱ最後ですが、本当最後ですよ、はい、あの終わりよければ全てよしなんですけど、はい、それで挨拶が下ってしまったっていうのは、はい、本当にプロモーターとしてあるまじきことです ね、 あそこはじゃあイケメンさんが言ってもそれはこう無視しなきゃいけなかったんですかね。いや本当そうですね、うん、もう、いやもう流れで終わってるからっていうのは、ね、はい、曲流れちゃったからね、うん、あの曲流れちゃったらちょっと辛いね、受け止まったらね、はい、そこはそこはって言ってもう閉めてもうみんなで手挙げて帰ろうっていうのを僕はもうちゃんと言うべきでした、ね、うん、言うべきだったと、でそれを家に帰ったら息子さんに指摘されたと。そうです、はい、それは指摘されますよ。パパ長いよと。そしたら結局ね、あの、みんなにも書かれる始末だし、ね、そうです、辛い、そう、はい、辛いですね。やっぱりプロモーターとしてグダグダって書かれるのすごい辛い。辛いですね。辛いんですよ、もう。そうですね、だからイベントがグダグダってなるとね、ちょっとそのプロモートした側としてはきついよね。そうなんです、うん、でやっぱこう、まあ、あのお客さんの印象に残るのって、はい、一番頭と最後ってすごい残るんですよね。最後でやっぱグダグダしてると、うん、それはやっぱこう持ち帰ることになっちゃうんで、ね、どんなにこう内容が良くてもね、そこだけが印象に残っちゃうと思いますから、ね、そうだね、結局め最後グダグダなイベントだったなって思われるもんね。これ、はい、別にこれ反省会の番組じゃないんだけど、なぜか反省に終始してしまってるっていうね。まあ大和がまあまあショック受けてますかね。後半にブワーって長いとかグダグダとか書かれたことにショック受けてますからね。結構打たれ弱いですね。いやいや、はい、いやでも本当そういう心理だと思うんですよ。やっぱり最後にこうやって来てしまうと、うん、結果反省もこういう反省になってしまうんですよね。なるほどね。それが多分あの序盤の方が、はい、いろいろあったとしても、はい、最後ピチッといい挨拶ができてれば、はい、あ、よかったねっつってこの多分反省会もいい感じな。何すか、次頑張れ、次頑張れ次頑張れ次頑張れ、頑張りますよ、次頑張れ、これ9回もありますから、というか明日頑張れ、はい、明日頑張ります、明日頑張ります、明日お前は頑張れ一番でな、そうです、はい、まああとやっぱりね、また年に1回新百合ヶ丘でできたらね、そうですね、来年もできたらいいんじゃないかなと、はい、いやもう新百合ヶ丘これからも、はい、え、もう毎年必ず、はい、定期開催、そうですね、山本博士の、はい、年に1回やるっていう、年に1回必ず、はい、ね、やろうと思ってます。じゃあこっちとしてはもう何とかして引っ越させたいですね。そうですね、新百合から追い出してやりたい。そうそうそう、新百合からに住まなくなってもやるかどうかと、そうですね、はい、新百合から何とか追い出してやりたいですね。あと次回もあのガノさんが来るかどうかですね。ああ、でも次武藤さんが来れば丸子さんあるんですけども、いやー分かんないです、いや武藤さんよりもガノさんの方がもうやっぱ継続は力なりですから、そうですね、毎回来るともう定着するんじゃないかなと、そうですね、で毎回同じネタをやると、はい、第1回 G1 のパワーボックスってガノさんもちょっと修理が過ぎ出すかもしれない。ただまあとりあえずあれですね、曲流しましょう、曲をね、入場がないと辛いね、はい、辛いですね、見てる方は、見てる方は無音であれをやるとね、無音は辛いな、まあ、ね、ガーッテムですよ、それこそ本当にこっちがガーッテムガーッテムだと、見てる方は本当に、はい、あ、ガノさんと神奈月さんを両方呼べばいい感じになるんじゃないかと、武藤ちょろ組が、実は神奈月さんもちょっとお声かけをしようかと思うんですけど、はい、もうちょっとすでに予定が入られて、スケジュールがね、そうです、はい、はい、いつかね、新百合ヶ丘で、実現するかもしれない、武藤ちょろ組がね、武藤ちょろ組が、はい、はい、ということだね、その、じゃあベストバートアンケート、はい、はい、やりましょうかね。あ、なるほどなるほど、はい、本日行われた全試合、大会中継は全然これをやるんですか。そうです、大会中継の時は必ずどの試合がベストバートかをニコプロ視聴者の皆様に、全7試合6試合あれ、はい、これガノさんも入ってるんですか。ヤマトとガノのそう、それは入ってない。あのステージは、はい、いや、あれは、あれは、あそこも完全に入れてくれないと、こちらとしてはね、ちょっと。いや、あれあくまでもの、余興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 というか、あの、演目でございますので、はい、余興でグダグダって怒られても、救いがないね、みたいな、はい、それだったらもうここで 何パーか欲しいぐらいで、ゼロパーとかで気持ちよくやられたよね。はい、いや、けどプロモーターとしては、どの試合が一番ね、あの、評価されたかっていうのはやっぱ知りたいでしょ、だって。そうですね、知りたいですね。うん、絶対ヤマトと狩野さんのあの
休憩でしょ、休憩中の催しでしょ、うん、だからそれを入れたらほら1位になるのがニコプロはもう絶対それ入れたら1位間違いなしになっちゃうんで、そうですよ、はい、いいんですよ、それでそれでいいんですか、それで大和があの十字架を背負ってこれから次の十字架次の死にたいからね背負ってあのまた死にそうな顔して歩いてればいいんですよ、なるほどああやっちゃったもんな、なんでご近所で十字架背負わなきゃいけないんだっていうねああやっちゃったもんなーって、ね、会うたんびにああ、具だったもんねーっつってね、あー、三原さんどこの旦那さん十字架背負ってるねーってご近所の奥様方から背負ったなっつってね、なるほどね、はい、では見てみましょう、ベストバウトはこちらでございます、ういあ、やっぱメインおっしょ、はい、おっしょってことはやっぱ終わりよければ全てよし、そうね、イベントとしてはね、うん、そして2位が河野さんたちの試合、ね、27%、はい、はい、3位がセミファイナルでした ね、 そうですね、はい、メインイベントが、まあ、メインがベストバウト選べるというのは、うね、まあ、プロモーターとしては理想的な、ね、全然いいですよね、と、はい、うん、いうわけでございますね、24時間レッスル1の中でご覧になっていただきました、7月30日の新ユリガオカ大会だったというわけでございます、はい、先ほども申しました通り明日、千葉ブルーフィールドでこれまた、明日のですね、うん、時間的には、5時から試合が開始なんですけども、はい、あの夕方の4時から、もう会場入れまして、で、もう4時の時点からですね、あのビアガーデンという名前がついている通りですね、うん、もうあのお酒を飲んだりとか、はい、もうそういったことができますので、でしかもですね、あの私の大会ではもう、まあ、私はもう完売してるんですよ、うん、座席は完売してるんですけどまだ立ち見がございますので、立ち見でしたらですね、はい、あの男性2000円、そして女性は1000円でご来場いただけますので、ね、立ち飲みできるということですね、そうなんですよ、はい、ですからもうぜひこの機会にですね、そうなんですよなんすかそのなんか深夜のなんかこう通販番組みたいなついついもうそういうテンションになっちゃいますけど、あ、はい、まあ、そういったですね、ちょっとあの楽しい大会をまた明日はご用意しておりますのでですね、うん、ぜひあの千葉までいらっしゃっていただければと思いますので、明日なかなかね、はい、こう普段は見られないような結構カードが組まれてるんですよね、そうなんですよ、明日ね、はい、その日ならではの試み、はい、が明日見られますので、もう今ビアガーデン名物となってるですね、はい、そして広志のビアガーデン名物となりつつある、うん、はい、あのスイカ割りマッチ、スイカ割りマッチ、そうなんですよ、あのスイカをプロレス技で割った方が勝ちっていうです、ね、アントニオ本田ハイビスカスミニタイカジトマと五十嵐ノアイノアイさん、これノアノア選手、ノアさん、はい、はい、あのレストランの選手が誰一人いないんですけど、そうですねでアントニオ本田がここにいるとそうなんですね、はい、まあこれあの日野さん人脈ですね、これは ね、 ね、はい、はい、あとでさらにはそうカイパンランブル、カイパンランブル、はい、ロイヤルランブルをカイパンでやるっていうやつこれは出場選手がカイパンで登場するってことですか、そうです、カイパンで、ね、登場しますね、リッキー、藤井、朝日、栞里、三富正幸、星丹後、そうです、キムヨッチャン、はい、カジトマト、はい、キムヨッチャン軍団一人の兄ですね、これね、ああよくご存知、はい、なんでキムヨッチャンがここにいるんですかいや知り合いで知り合いなんですか、知り合いなんです、はい、あ山さん知り合いだったんですか、キムヨッチャンと、千葉ですからね、あの千葉の、 あの船橋ゴールデンプロレスの代表ですから、あ、あの普段は歯医者さんなんですけどね、そうですよ、はい、これがカイパーランブルに出ると、はい、はい、そしてなんといっても日野裕二の復帰戦がね、復帰戦もございました、はい、でまあさらにですね、その分隊前の前哨戦も2試合、うん、レスラーの前哨戦が組まれてますので、足の組対イケメン組、ドイクマゴロ対、カズ、近藤の6人タッグマッチ、うん、ドイクマにはアンディユ、カズ近藤には吉岡正樹が入ると、はい、まあ、これもアンディと吉岡は前哨戦と、はい、ダブル前哨戦、ね、はい、でございますね、そして日野裕二の復帰戦が、日野裕二クワイエットストーム対関本大輔空学ぶと、はい、これがブルーフィールドで 見れちゃうんですか、見れてしまうんです、ただもう完売ですから、まあね、立ち見がございますから、立ち見がございますこのカードブルー、これ千葉ポートアリーナ、メインアリーナでやってもいいじゃないですか、これ、いやもう、ね、でもあそこ危険なんだよな、そうです、あそこ危険なんだね、いろいろとプロモーターとしてなかなか、なるほど、ね、よく聞くよね、なるほどね、わ、はい、かりました、はい、はい、明日の、5時から、そして会場は4時からで、会場となりますので、大いに、このまま、あと行くのかな、千葉へ、この後もすぐに、あ、この後も、車に乗ってですね、はい、はい、機密に1回帰って、またもう1回、はい、あの、もう一つの拠点の機密に行ってですね、はい、はい、時間です、はい、でそこからまた準備をして、はい、明日に備えますので、忙しいですね、まあそんなお忙しい中学校いらっしゃってたし、儲かって仕方ないですね、儲かって仕方ないけど儲かればいいんですけど、はい、中小プロモーターですからもなるほど、はい、というわけでございましてね、はい、明日のビッグプロモーターを目指していただいて、はい、頑張っていただきたいなと思います、はい、はい、こちら、レッスルワン新百合ヶ丘大会、中継のスペシャル、解説は、大和博史先生でございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ではこの後 CM ですよね、そうですね、 CM を挟みまして、はい、いよいよフィナーレということになってます、はい、
フィナーレはこれどなたか。いやいや、今24時間かけて走ってきてる人がいますから。あ、今向かってる方がいると。もちろん誰かがやってくるというわけでございますので、はい、そちらも楽しみにしていただきたいと思います。それでは CM でございます、はい。